一週間の時を経て、あの興奮が帰ってきた。オールナイト埼玉、いよいよファンファーレです。さあ各パーソナリティゲートイン完了、スタートいたしました。いやもうね、新年度ですよ。まあ前回ね4月1日だったんで、うん、まあ、正確には新年度2回目ですけど、うん、前回ね本当にエイプリルフールの話だけしたんでねえ、ちょっとえっちゃんのよくわからないボケがひどかったな、あれな。ひどかったよな、本当に。いやね、うん、あれです、まあ、関係してたのかわかんないですけど、おねえ、ほら帝さんが150歳っていうボケがあったじゃないですか、あの大ボケを。おいや、あのね、後で聞き直したんだけどさ、うんうん、最初120歳とか言ってたんだよ。あ、そう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 。それ変えたんですよね。そう、それがさ、10秒後ぐらいにさ、あの150に増えちゃった。なんだよ、その言い直しいるみたいな。うん、いや、ほら、だって120だとさ、生きてる人いるじゃん。ギネスとかで。いや、そういう問題か。そういう問題か。エイプリルフールになんないから。そういう問題なのかな。っていう、そう、僕がやってたんですけど、今日がその150回目ということでね。うんうん、そうなんですよね、2020年のおめでとうございます。 ありがとうございます。あの、一緒に祝いましょう、本当にね。イエーイ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 。2020年の5月30でしたっけ。そうですね。うん、おー、うん、なんで6月から始めなかったのっていう声もありますけどもね。あのあ、確かにね。うん、でもやるんだったら早くやろうよみたいな感じで言って、そうそう、早くやんないとね、サボるからね、僕はね。そうそうそう、おがちゃんか。そうそう、 あのね、おがちゃんがね、そう、おがちゃんがその、いや忙しいんで、もう1ヶ月ぐらい待ってもらっていいですかって言いかねなかったから、もう、あ、いつもね、サボるんでね、うん、ずっと伸び伸びになるわけだ。そう、あの、その性格を僕は見抜いていたので、もうとにかく、うんうん、もう早くやろうって、うんうんうん、僕がせっついた結果、出てきたのが5月30日だったんですよ。ああ、うん。いや、早速、あれですよ、富士 T さんかな、あの、から、150回おめでとうございますって、Facebook に来てますね。はい、ありがとうございます、本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。でもう、本当に、その150回、まあ、厳密に言うと152回なんでしょうけれど、あの、もう、あの、オクラにしちゃった放送があるからね。うん。ああ、なんだっけ、あれか。紅白。あ、紅白ね。紅白と1回目のゆく年来る年かな。あ、そうですね。オクラ入り。曜日が違うからね。いや、オクラ入りっていうか、うん、あの、当時は、その、土曜日に放送するやつだけしかカウントしないみたいな変なポジション。なるほど、なるほど。そうですね。うん。でそんなことになっちゃったんですけども、うんうん、まあでも、あの、まあまあ、それはご愛嬌っていうことで、まあ、あの150回っていうことでね、もうここまでやってきたらあまり変わんねえだろうっていうところもありますけども、で150回迎えたわけですけども、ね、うん、はい、ということですけども、で、ね、まあ、年度変わってだ、もうすぐだから、あれですよ、あの3周年ですもんね。そうですよ、うん、本当だ、すごいな。そう、あと、あ、月の終わりには、うん、そう、あの2ヶ月弱でね、あの、そうですよ、3周年ということなわけですけどもね、みんなね、年を取ったわけですよ。そうめちゃそういうことを言うなよ、お前は。本当に、いやー、もうね、うん、もうね、そう、あの、俺とか歌さんが言うんだったらいいよ、まだ。うん、いや、僕も来月また年を取りますから、まあそうですけど、うん、もう言うてまだ20代じゃないですか。じゃあ5月の27日は特番かな、かもしれないですね。うん、かもしれないっていうか、まあやるんでしょ、だってさすがにやるかな、さすがにやるでしょ、やるでしょ、
あれでしょ、節目だし、確かにね、だからね、やりました、まあまあ、それ言ったら今日も節目なんだけど、まあ、うん、まあまあ、でもまあ、でもまあね、ちょっとほら、スペシャルを乱発したところがあったからな、うん、確かにね、うん、うん、っていう反省もあって、こうなったわけだね、うん。はい、ということですけど、全然テーマのトークし、うん、トークしないまんまもう5分経っちゃいました。まあね、うん、じゃあ皆さんからね、リスナーの皆さんから新年度ということで新たなチャレンジしてますかということでね、メッセージを募集しようと思いますね、うん、はい、そうですね、はい、ちょっとラジオっぽいでしょ、はい、そうだね、もうそういうことにしましょう。リスナーの皆さんね、本当はね、新年度新たなチャレンジしてますかっていうテーマでここのオープニングトーク話す予定だったんですけど、うん、うん、まあ、案の定ね、うん、全く触れることなく、ということでタイトルコールいってみましょう。おがちゃんとみかどのオールナイト埼玉、150回放送も盛り上がっていきましょう。おがちゃんです。ウェイウェイ、春はあげぽよ、みかどです。今日は千葉ネタでオールナイト埼玉を乗っ取るぽよです。ぽよが増えた。あれ、あ、みこちゃん終わった？終わった。みこです。はい、失礼しました。はい。再来週は私も笑顔の港に出ますよと宣伝する歌です。おお。ああ、おめでとうございます。まあね、一回待たされましたからね、そうですね、4月、あ、前半じゃねえんだと思ったんですけど、そうなんですよ、まあ、理由は聞いたんで、はい、開拓しましたよ。ああ、そうですか、うん、はい、はい、ということで、楽しみです、はい、楽しみにしておきたいと思います。はい、さあ、ということで、豚もおだてりゃ木に登る究極の素人ラジオ、うん、オールナイト埼玉、ウェイウェイ、ウェイウェイ、ぽよぽよ、この番組は、はい、埼玉市を拠点に生活するオガちゃんとミカドさん、足立区を中心に活動する月一パーソナリティのウタさん、そして千葉県を中心に活動する月一パーソナリティの私ミッコが、それぞれの自宅とサテライトスタジオをキーステーションに、オンライン会議ツールズームとライブ配信ツール Facebook ライブを使って全世界に生放送でお送りしております。うん、なお約1日遅れでオンエア曲をカットしたバージョンを YouTube でアップしますので、そちらもぜひお楽しみに。はい、はい、今日は150回コーナーも長めにお送りいたします。お、長めにいっちゃうわけですね。いっちゃいますよ。はいはいはい、我慢で、はい、本日のコーナー紹介を、はい、三方さんからお願いします。はい、まずはいつものマスターくんのマスターピースをお送りした後、21時25分頃からは私三方激推しみっこちゃんプレゼンツ、街の変なもの。はい、今日はね、150回放送ということで、私も、うん、気合を入れて千葉ネタを持ってきました。あー、もうここで言っちゃっていいのかって話もありますけど、ね。ね、最初に千葉ネタで乗っ取りますって宣言してるんで。あ、まあそっか、言ってるからね。うん、はい、覚悟しておいてください。はい、ということで、まあね、まあまあいいですよ、別に。オールナイト埼玉つって埼玉一色で放送してるんだったら、ふざけんじゃねえよこの野郎ってなるんですけども、うん、確かに全然関係ねえからな。そう、以外もうネットして OK しますからね。そうですね、そうそうそう、埼玉で始まった番組っていうそれだけだからな。それだけ、ルーツは埼玉です。うん、そう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 、というようなことでございますけれども、さて、じゃあ、次のコーナーは、歌さんからですかね。はい、はい、みっこちゃんに続いて、22時10分頃からは藤井教授の鉄腕スタイルです。おー、来ました、はい、やった、大好きなコーナー、ありがとう。今夜はそんなテーマ、どんなテーマかなっていうところで、うん、お楽しみですけど、私はどっちかって言ったら、藤井教授から言うと、なんか埼玉市に関係あるような話が出てきそうですよ。ああ、そうなんですか。埼玉だから。そうなんですか。もう本当にあれですよね。うん、なんか、うん、我々ね、メインパーソナリティ陣は全く埼玉にこだわりがないっていう感じですけども、逆にね、月一さんたちがね、すごく埼玉に寄せてくれるんですよね。そうそうそう、忖度してくれますからね。いやー、ね、もう、ぜひぜひね、やっぱりタイトル通りに行かないといけない時もあるから。
まあ、そうですね。まあ、厳しいお叱りをいただきながらやっていきたいと思いますけれども、はい。はい。ということでですね、まあ、こう、うん、まあ、今日長めで行くわけですから、今日豪華版でね。はいはい、そうですね、はい。はい。ミニコーナー含めて3本立てになります。はい。うん。はい。さて最後に今週の選曲テーマ、もう口が回らないな、やばいやばいやばい、大丈夫ですか、大丈夫ですか、今週の選曲テーマですが、はい、今週は走り出せその次の世界へです。はい、なるほど。おお、はい、すごいかっこいいね。未来へ向かっていくってことですよね、新年度だからきっと。まあそうですね。はい。これはですね、前回のエンディングでも言ったんですけど、はい、こいつに合わせたんで、こいつに。いや、僕はほら、パクってきただけだから。パクってきた、うん、先週と同じこと言ってくるさ。いいですよ、それで。ああいうかっこいいタイトルをさ、持ってこられてね、俺がさ、新年度にふさわしい曲なんてさ、やったらさ、うん、ね、なんか、しらけるじゃないか。いやいやいや、いいですよ、そんなところで忖度しなくて。なんだよ。何その塩対応。何ちょっとね、塩対応の方がちょっと人気出るかもしれないですからね。もうパルルみたいな感じでね。もう、小川が塩い。塩いパルルみたいな感じで ねみんな多分頭にハテナが浮かんでるかもしれないですけどね、うんうん、まあいいですよ、はい、もうでまあだからそのね新たなスタートっていうような、曲をですねどんどんお寄せいただきたいなと、ね、いうふうに思って、このあれを選んだわけなんですよ僕は。はいはい、はい、いいですね、うん、はい、まあ、そういう選曲が ねたくさん集まっておりますので、はい、実は皆様からのリクエスト曲もお待ちしております、はい、うん、はい、どしどしお寄せください。はい、ということなんですけれどもですね、まあまあ新年度ね、まあ、明るい曲がいっぱい出てくれば、まあ、それはいいですけども、まあそうじゃなくても別にねというふうには思ってるんですけど、そうです ね、うん、まああんまりこういかにもじゃない曲の方がこう、まあ、番組の歴史上はなんかいいかなっていう気はしますけどもですね。そうそうそう、落ち着いた曲とかも聴いてみたいですね、うん、そうですね、まあまあいろんな曲が聴けるかなと思いますので、はい、ということで投稿の宛先はいつもの Google フォームですが、当番組の公式 Twitter の DM、 公式インスタの DM、 それから YouTube 公式チャンネルに上がっているアーカイブ動画にコメントでお寄せいただいても結構でございます。はい、Zoom でお聞きの方はチャットに、Facebook ライブでお聞きの方はコメント欄に URL が上がっております、投稿が採用された方には番組特製ハンコステッカーをお送りいたしますので、ステッカーが欲しいよという方は連絡先、氏名のご記入もお忘れなく、こちらのフォームまたは公式 Twitter アカウントの DM などにどしどし投稿をよろしくお願いいたします。ということで150回の放送も楽しくやってまいりたいと思います。投稿の方もお待ちしております。よろしくお願いします。最後まで聞いてね。今夜の選曲テーマは走り出せその次の世界へ。1曲目は昭和54年制作名作ドラマ俺たちは天使だの主題歌、将軍、男たちのメロディー。はい、聞いていただいております、将軍、男たちのメロディーということですけれども、かっこいい、かっこいいでしょこれ。運が悪ければ死ぬだけさってすごいいいですね。なんかさっぱりしててそう、これがねいいんですよね。これね、昭和54年ですから、私が生まれた翌年になるわけですけども、うん、俺たちは天使だっていうドラマがあったんですよ。ね、沖雅也さんと、あと柴田恭兵さんも出てたのかな、これ。あ、そう。うん、なんか探偵、なんか売れない探偵事務所の面々が、こう、一攫千金を夢見ていろんなことをやるっていう、ちょっとコミカルなドラマ。の主題歌がこれだったんですけど、僕らの世代でいうとこれはですね、鉄腕ダッシュって、まあ、今でもやってますけど鉄腕ダッシュって番組あるじゃないですか、はいはいはい、あれの企画でね、ソーラーカーで日本一周っていう企画があったんですよ。それのコーナーテーマがこれだったの。そんな感じですね。そうで、それで俺これ、あ、これすげえいい曲だなと思って。あ、それでなんだ。あ、そうね。
でよくよく調べたらこれ実はその昭和54年のその俺たちは天使だの主題歌だったっていう、うん、あとこの将軍っていうアーティストが歌ってる曲で、あともう一つ有名なのはあのあれですね、松田優作さんの探偵物語ってドラマあるんですよ。あ、はい、あれの主題歌。あーすあーかけたっけ。そう、あの バッドシティってやつですね。あ、はいはいはい、うん、バッチリバッバッチリってやつですね。あ、はいはいはい、うん、あれね、あれも将軍なんですけど、はい、ということで聞いていただきました。将軍で男たちのメロディーでございました。時刻は21時18分になるところです。お知らせの後はマスターくんのマスターピースです。音楽制作ユニット TikTok とセカンドシングル We Are Lovers Now on Sale土曜の夜の生放送、オガちゃんとミカドのオールナイト埼玉、オガちゃんに学べ。マスターくんのマスターピース。このコーナーでは当番組のキングオブ常連ことラジオネームマスターさんのセレクト曲をご紹介します。はい、ということで今週もパーソナリティの応募の犠牲になりましたマスターくんの選んだ珠玉のマスターピース味わってまいりましょう。はい、ということですけれども、うん、まあやっぱりね、当たり前ですけどね、マスター君と私同級生ですのでね、そうですね、うん、なんでね、やっぱりね、あ、なるほどっていう感じですね、うん、もうね、我々世代にとっては極めて懐かしい、うん、そうなんだね、うん、まあアーティストさんですし、あ、曲ですしっていう、はいはいはい、うん、感じなんですよねこれはね、うん、でも、あ、こう、そっかっていう、ここでこれが来るのかっていう感じですよ正直。なんだろう、うん、こちらじゃあメッセージ、はい、お願いします、紹介、はい、あ、私でいいですか、はい、ということでございましてですね、マスター君からのメッセージです、ご本人が作詞作曲を手掛けている代表曲です。女性の方から、あ、ごめんなさい、女性の方から別れを切り出した後の出来事で、夏らしく明るい爽やかさの中に切なさも含まれています、ただ別れることでお互いに新しい世界に駆け出せる関係というのもあると思います、A メロ B メロを一度繰り返してからやっとサビという構成で、いかに早くサビに入るかという現代のヒット曲の傾向からしたら面白いことをやっていたのだなと思いますということでございました。これだけ聞いても、え、誰の何っていう感じになるかもしれませんけれども、これ実はあの渡辺美里さんのサマータイムブルースという曲なんですけれども、はいはい、代表曲ですね、渡辺美里さんのですね、あの我々世代よりもむしろあのもうちょっと上ぐらいですね、そう、あの5歳ぐらい上の世代がものすごいガチハマりしてた、アーティストだと思います、うん、あの、うん、すごい人気で、あの実はですね、あのそんなにこうなんていうんですか、こう大ヒットを飛ばすっていうタイプのアーティストっていうよりは、ものすごくこうあの若者にこう根強く支持されるみたいな感じのアーティストさんだったんです、うん、あの、なるほどなるほど、いや自分はね、マイレボリューション、マイレボリューションですよね、うん、そのイメージありますよね、うん、確かに確かに、うんうん、でその毎年夏にその、うん、西武球場でライブをやるっていうのがあのお決まりだったんです。そう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 、うん、であの西武球場満員にするんだから、うん、はい、うん、で当然ライブだからスタンドだけじゃなくて、そのなんていうんですか、こう、まあ、フロアって言わないな、そのグラウンドの方にも席、アリーナ席っていうのかな、アリーナ席がね、うん、あのあるわけですけど、そこも含めて全部5万人入るんですか、うん、すごいね、すごい、うん、
うん、いやまあ5万は大げさかもしれないけど、それぐらい入る、うん、すごいよね。だってスタンドだけで多分ね3万人近く入るわけですよ。あの当時の西武球場でもね、うん、入るわけですよ。でそこにアリーナ席も加わったら多分、うん、あの3万5千とか 4万とかそんぐらい多分入ったと思いますよ、うんうんうん、それを毎年夏やってたんだから、うん、いいな、うん、いやすごいアーティストさんだったんですよ、うん、その代表曲ですね、このサマータイムブルースっていうのは、うん、はい、の一つだと思います、はい。ということでじゃあ曲の方いってみましょう、はいはい、そうですね、はい、歌さんからじゃあ曲紹介お願いします。はい、まあ、私の世代の方でもありますね。はい、はい、じゃあそれでは聞いてください。マスターさんが選ぶ今週のマスターピース、渡辺美里さんでサマータイムブルース。オールナイト埼玉をお聞きの皆様、えっちゃんこと柴田悦子です。私えっちゃんが毎週月曜日夜9時から夢の種放送局東日本第一チャンネルでお送りしている笑顔の港、もうお聞きになりましたか。笑顔の港は毎回多彩なゲストさんをお招きしてリスナーの皆さんの心を潤すトークをお届けしています。皆さん、月曜夜9時は笑顔の港で私とゆるっとほっこりしちゃいましょう。今夜もてっぺんまでファンキーに打ちまくる、オガちゃんとミカドのオールナイト埼玉。街の変なもの。では私月一パーソナリティミッコが街の気になるものを紹介していきます。はい、ということで、はい、今月もやってまいりました、ミッコちゃんプレゼンツ街の変なもの。イエーイ、長いわ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 い、ありがとうございます。ああ、もう息が切れてしまいましたね。はい、ということでございましてですね、はい、もう帝激推しのこのコーナーでございます。はい、パラダイス仲間、みっこちゃんが、今月もやってくれますということでございますけれども、はい、さあ今回は千葉で乗っ取ると。そうでございます。冒頭で宣言しましたが、今回はですね、うん、はい、千葉の謎フードについて話していきたいと思います。おお、プロ、はい、千葉の謎フードですね、うん、はい、多分このラジオを初めて聞く人とかは謎フードってなんだって思う方もいるかもしれないんですが、そうですね、私はですね、はいはいはい、うん、謎フード考案委員会という1999年からある変な食べ物を食べるサークルに所属しておりまして、うん、その組織で副会長をやっているのです、うん、すごいね、そうなんですよ。だって、ね、あなたあれだもんね、あの後から入ってさ、いきなり副会長に上り詰めちゃったわけです。そうなんです。2016年に加入して3年で副会長に駆け上がりました。乗っ取り屋だよね、あんた。そうなんですよ。はい、その波に乗って今日はこのラジオを乗っ取りに参りました。ちょっとやめてよ。させねえよ、させねえよ。来週からはオールナイト千葉になっちゃうかもしれないので。ならねえよ。ならねえよ。何言ってんだよ。それはちょっとベイ FM だけでやってもらえばと思いますけど。ベイ FM だって、それは。うん、本当に、まあ。そんなこと言ったらね、オールナイトサイドってね、ナックファイブでやるやつ。ナックファイブでやりたいね。やりたいね。うん、ナックファイブに知り合いとか誰かいないですか。いないですか。いないですか、ね、いないか、いないか、そっか、しょうがねえな。うん、まだ、まあな、あれだよな、あの、チャンネル登録が112しかいなかったら声かかんないよな。増やしていきましょう。これから、ね、増やしていきたいね。ますます。うん、増えてほしいなとは思ってますけどね。ということですけれども、うんうん、さて、じゃあ、本格的にじゃあその内容に入っていっ
ていただきましょうかね。じゃあ今回はあの前半と後半でいくつか紹介したいんですが、まず前半はですね、うん、今回せっかくあの、うん、ウタさんが藤井教授、はい、どちら、はい藤井教授がいますよ、はい、藤井教授ですよね、うん、そうそう、はい、藤井教授がいらっしゃるということで、せっかくなんでちょっと千葉の鉄道と絡めてナノフードの話をしたいと思います、うん、あなるほどなるほどなるほど、うん、はい、まず一つ目なんですけど、最近、うん、新しい駅が幕張にできましたね。幕張豊砂駅。そうですね、そうです、ね、はい、はい、これは、京葉線の駅ですね。そうですそうです、うん、そうです、うん、あのまだオープンしてからは行ってないんですけど、ちょうどこの駅がオープンする1週間前にこの駅のあたりに行ってまして、うん、オープン直前の あの祝開業みたいなプレートがもうあったりするのを、はいはい、あ、プレイベント行ったんだ。プレイベントっていうか、あのプレートがこうあって、でこれがどこにあったかっていうと、そのイオンモールが隣接してまして幕張豊砂駅に、はいはい、うん、そう、で、あのそこにいろいろ祝開業みたいな、うん、広告みたいなのが貼ってあったんですね。なるほどなるほど。というわけで、まず早速一つ目に紹介したいのが、この幕張豊砂駅が開業して行きやすくなった、イオンモール、うんうん、はい、うん、この海浜幕張のイオンモールにですね、エンタメ火鍋屋さんがあるんです、うん、はい、で、これあの中国のお店が日本に上陸してきて何店舗か、うん、東京とかにあるんですけど、うん、その一つがここにあります、イオンモールに、うん、なるほどね、その名も海底楼火鍋っていうお店なんですが、うん、はい、これ俺秋葉で見た、お、あ、うん、見た、まだ行ってはいないんですね。行ってない、だって一人で行くような店じゃないちょっとね、一人では入りにくいんですよ。そう、一人で行くような店じゃないから、うん、僕もまだ行ったことない、見たけどないね、初めて聞いた、うん、お、うん、そうで、私辛いものがもともと苦手だったんで、火鍋ってずっと避けてたんですけど、そうだね、ここすごいだって苦手だよな、だってあった苦手だったんですよ、うん、でもすごい面白い火鍋があるって謎フードのメンバーに教えてもらって、うん、フードのメンバーで先月行ってきたんですね、はいはい、どんなお店かっていうと、まあ、火鍋はすごく普通に美味しくて、辛いタレとか、豚骨味とかいろんな種類のそうよね、あのスープですね、うん、が選べて、はいはい、そこで具材を煮ていくっていう楽しいお店なんですが、うん、まず、具材がちょっと変なものがありまして、お、はい、お、豚の脳みそがあります。お、食えんの？食えんの？お、いやいや、食えんの？いやいやいや、いや、それは食えるけど、食えんの？大きさ的には、うん、子供の拳ぐらいの大きさかな、でかいな、子供の手の拳ぐらいの大きさで、うんうん、それがあのお皿に2個乗ってきて、うん、でそれを火鍋の中に入れて、うん、で食べるんですけど、あ、これか、うわ、リアルリアルちょっとうって思いましたけどね、まあ、みんなで分けて食べて、うんうん、味は、まあ、白子とかあんな感じですよね。あ、まあそうよね、多分そうだろうなとは思うよ、うん、あの以前羊の脳みそも食べたことあるんですけど、やっぱり脳みそってこういう味なんだなって、なんか脳みそ好きの人になっちゃった。脳みそ吸ってる人かもしれないですね。いや、はい、妖怪かよ妖怪かそこだけで、ね、聞いとったらそうなっちゃいます。そう、脳みそ好きの人が、あ、みっこは妖怪なんだみたいなそんな妖怪あんまり聞いたことない。なんとなく人間っぽくない感じがしたけど妖怪だったんだみたいな感じ。そうなんですよ、実は妖怪だったの。違う、違うわよ。いや、あれですよ、教授もね、はいはい、オガちゃんもね、あのね、うん、この店のホームページを、うん、調べてみ、本当に、何、豚の脳みその画像出てるんですけど、リアルよ、リアルよ。リアルですよ。うん、脳みそリアル、リアル探してるんだけど、あ、ね、あれにはズームのチャットにはね、あのトップページ貼っておきましたけれども、うん、ありがとうございます。これですかね、公式の、はい、うん、そうですね。 でその料理っていうタブをクリックすると、多分、ね、はいはい、下の方に行くと出てます、うんうん、なるほどね、いろんなのあるね、だっていろんなのある。でこのメニューの一つですごいのがあって、ね、うん、カンフーメンっていうメニューありませんか。あるある、それ見つけた。え、なんか人が伸ばしてんのこれ。人が伸ばしてんですよ。これ本当にあの、うん、店員これを注文すると
店員さんが麺の塊、こねた状態のまま持ってきて、うん、で、うんうん、あちょーみたいな感じでそのやつを振り回しながら伸ばし始めるんですよ。もうアチョウとは言わないって、アチョウは言わないけど、言わない、まあ、言わない。雰囲気はアチョウなんですよ。あ、雰囲気だよ。で、その2分間ぐらいアチョウアチョウって感じでやって、細い麺になって、うん、それを切ってドバドバッと火鍋に入れてくれるんです。なるほどね。そう、カンフー麺ね。だからあれだよね。このパフォーマンスが見れて、カンフー麺は単品429円なんで盛り上がりますよ、うん、盛り上がるよね。だって隣に出てる車エビ4026円に比べたら こっちの方が圧倒的にお得だよこれ。そう人がついてくるですね、漏れなく。そう漏れなく人が来る。もうすごいシャッターチャンスがいっぱいあってね、面白いなぁ。あと時間帯によっては変面ショーっていう中国の四川の変面ね、お面がバッバッってこう剥がしていく感じで顔が変わるショーをやってくれるんですよ。あ、お店の中をやりながら練り歩いて、で自分たちの席に来てくれてちょっと記念撮影とかもできました。はあ、そうよね、エンタメじゃない、ここ、本当、めちゃエンタメなんですよ、めっちゃエンタメだね。で、個人的に嬉しかったのは、ぜひちょっと女性の方に聞いていただきたいんですけど、うん、ジェルネイルが無料なんですよ。多分男性にはピンとこないかもしれないんですけど、あ、ジェルネイル無料ってすごいよな。そう、ネイルサロンに行くと、大体まあ5000円とか6000円ぐらいかかっちゃうジェルネイルが、うん、無料で店員さんがやってくれるんですよ。お店のパネルから予約すると時間になると呼ばれて、にネイルの席があるのでそこで本当ネイルサロンみたいにやってもらえる。うん、いやすげえ。いや、それはお得もお得だしすげえことなんだけど、うん、でも火鍋の店でジェルネイルしててもどうかっていう問題もあるんで、ね、すごいんですよここ。いや、コンセプトがどうなってんだって感じです。そうそう、ジェルネイルをしてる子が行く店かみたいなところはある。いや、でも結構立て続けにお客さんが利用してましたよ、うん、でやっぱりジェルネイルその5000円とか6000円他のお店だとかかっちゃうから、最近は、うんうん、あ、ネイルしたいな、いやでもそれだったら火鍋、この海底炉を火鍋でやってもらった方が火鍋もついてくるしお得なんじゃないかなと思って、うん、またネイルやりたくなったらこの火鍋に行こうと私は。あ、そこがあれなんだ、理由なんだ。そうか、まあ確かにね、ネイル屋さん、いやいやネイル屋さんとしてやってほしい、ぜひ。いや確かにね、だって自分でジェルネイルって難しいもんな。難しいと思いますよ、うんうん、いや俺もやったことないけど、やってる子のやつを見ると、うん、あ、これ自分でやるの大変だよなと。大変大変、お店だと思いますよ。なるほどね。でやってもらうと5000円かかるんだとすれば、まあそれをね、うん、火鍋食ってタダでできるんだったらいいよな。豚の脳みそ食べて、カンフー麺見て、変面ショー見て、ジェルネイルやって帰ってきたら、もうすごいお得じゃないですか。うん、そうだね、お得ですね。でも車エビ食ったらチャラになっちゃうけどね。あ、みんなで分ければね。そう、車エビを頼んだ時点でチャラ、頼んじゃったらチャラになっちゃうこれ。美味しいと思うよ。美味しいと思うけどね。いや美味しいと思うよ、美味しいと思うけど、でも4026円だからね、これ。高えな、高えな。これね、この火鍋のお店、うん、都内の上野とか池袋とか秋葉原にあるんですけど、うん、どこもすごい激混みなんですよ、うん、はい。この間秋葉原に行ったら、うん、もう激混みでちょっと入れなかったんで、うん、でこの海浜幕張店はまだあんまり知られてないのかわかんないんですけど、うん、割と空いてるので、うんうん、気になった方はぜひこの幕張豊砂駅から直通で行ける 海浜幕張のお店に行くのがおすすめでございます。はい、なるほど ね、はい、ということでね、一発目はこちらを紹介させていただきました。はい、まだまだあるんでしょう、だって。はい、前半はじゃあもう一発いきたいと思います。おー、行ってください、行ってください、行ってください、もう。はい、行きますよ。もう千葉の鉄道といえばということで、ぜひ富士教授と語りたいんですけど、うん、銚子電鉄いいですよね。いいよね。いいのですよ。うん、超電ね、超電。銚子の方を走ってる、電車で、私も乗りに行ったことがあるんですけど、すごくのどかですよね。そうね、もう、ね、もうゆっくりゆっくりで、うん。ゆっくりゆっくりでね。でこの銚子電鉄が結構ネタになるのが、経営が苦しいっていうことですごい話題になってて、そう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 、ぬれせんべいを作ってるんですよ、ここ銚子電鉄が、うん、でぬれせんべいの売り上げもすごくこの
都市伝説の重要な収入になってるんです。いやもう、どっちかって言ったらもうほらお菓子製造業だから今都市伝説そうそうそう運輸業収入大したことないって、うんうん、そう、そうなんですよ。それぐらいお菓子にね力を入れてるっていうことで、最近またここの銚子電鉄が謎フードみたいなのを出してきまして、はい、それがですね、うん、まずい棒を知ってるんですか。そう、経営がまずい棒、経営がまずい棒、うん、で最初はチーズ味とかコンポタージュとか、まあ、本家うまい棒みたいな味だったんですけど、うん、最近はぬれせんべい味とか岩下の新生姜味とかちょっと変わり種を出してます。そうですね、美味しそうじゃん。美味しそうですね。はい、で岩下の新生姜味の方は食べたことあるんですけど、まあ美味しいですよ、うん、まずい、美味しいんだ、言いつつまずいのは味じゃなくて経営なんで、そうそう、まあ、安心してね、うん、ネーミングからしてなんかすごい引っかかるんだけどね、うん、そうで最近は、ね、こちらは私はまだ食べたことないんですけど、チキンガレにかけたチキンカレーとか、チキンカレーのチキンカレーですね。あと、うん、状況がサバイバルっていうことでパッケージでサバが威張ってる、うん、サバイバルカレーっていうのを出してるんですって。はあ、魚のサバが威張ってるパッケージ。そうね。サバカレーっていうの昔流行ったのよね。うん、で。うんでそれをサバが威張ってる感じにするんでしょ。サバが威張ってる。もうね、いや銚子電鉄ってさすげえなと思ってて、そのセンスが、もしかしたら超電じゃなかったかもしれないんですけど、ごめんなさいね僕喋っちゃって、うん、ね、赤しか出ないボールペンとか出してあ絶対そうですよ、ここですよ赤しか出ないってすごいですね。そう、3色ボールペンなのに赤しかないっていう、うん、意味が分からない、ね、意味が分からない、3色とも赤なんだ、3色とも赤なんで意味が分からない、あったらあったあった赤字ってことですね。確か超電だったと思うんですけど、あそれは、うん、聞いたことないから、でも超電かもしれない、うん、なんかっぽいですよね。そう、超電か、うん、どっかの別の地方私鉄かだったと思うんですけど、うん、うん、なんかね、面白い本当超電はすごいんですよね、うん、教授多分知ってると思いますけど、はいはいはい、観音駅っていうところに昔、うんうん、昔、はい、たい焼き屋さん。たい焼き屋さんで、犬吠駅に移ったんですよね。あ、そうですね。聞いたことあるな、それ、うんうん。そう、観音駅っていうところに、観音っていう駅に、40年間愛されたたい焼き屋さんがあって、へ、う、ぇ、ん、で、それが、その店、あった。そう、店舗の老朽化で、こう、閉めちゃったんですよ。うんで、そうなんですよね、閉めて別の駅に移動したんだけど、それも一回閉めてまた復活してみたいなことがあったんですよね。うん、うん、そう、あのたい焼きね、うん、俺ね一回食べたんですけどね、なんかね、うん、いやーいいなーと思ってえ食べてみたいな、うん、そう、うん、いいっすよ。あのたい焼きなんてどこで食っても多分一緒なんでしょうけど、でもね、うん、やっぱね、ああいうとこで食べるたい焼きってうまいっすねそうですよね、うん、たい焼き食べればね、電車走るんだから、うん、そう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 売り上げに貢献で、売り上げにね、貢献しないと、貢献して、うんうん、なんか地元の障害者施設と提携して再開したらしいですね。あ、いいですね、なんだ、うん、らしいですよ。だからもうだから地域密着で、うんうん、応援して食べに行きたいな、それは。うん、うん、いやもうね、ちょっと脱線しますけど、銚子にすごいおすすめのチンスポットもありまして、銚子に銚子駅の近くにカッパハウスっていうとこがあって、うん、カッパハウス、カッパハウス、はい、カッパハウス1階は全国のカッパグッズが展示されてて、2階は妖怪博物館になってるっていう、ああそこ行ったんです、前。銚子にある意味がちょっとよくわかんないですね、うん、いやこれね、ほんとカッパのいろんなものが集められててすごく見てて面白いし、うん、2階にある妖怪博物館で見て忘れられないのが、口裂け女のコートっていうのが展示されてて、うん、それは口裂け女が実際に着てたっていうわけではないんですけど、なんかね、口裂け女がテーマのお化け屋敷だったか舞台だったかをやるときに主役の子が着てたやつなんですって、うんうん、
でも、なんかそのコートを着た人になんか不幸なことがあったみたいな言われがあるから知ってるんですって。でめっちゃ怖かったんですけど、私その日着てたコートがすごいそっくりで、それに自分が着てるのもだんだん呪いのコートの気がしてすごい怖くなりながら帰った覚えがあります。うん、だってみこちゃん、みこちゃん妖怪なんでしょ、だって。あ、そうなんですよ、無駄なことになりましたから、も。ここに繋がるのか。なるほどね。振ったられてるかもしれない。振ったのあんたじゃん。そうなんです、実は妖怪なので、はい、そんなわけで妖怪になりたい皆さん、ぜひ、あの、銚子電鉄、で、いろいろ巡ってまずいものを買って、うん、最後にカップハウスで口先女のコート見て帰ってください。何のコーナーだって感じどんなおすすめだかよくわかりませんけどね。いや、はい、そんな感じで前半は鉄道と謎フードをいいなぁ、もうだから好きだよこの。ありがとうございます。後半はねもっと盛り上がっていくと思うんでよろしくお願いします。はい、何が飛び出してくるかわかんねえからさ、ほんと、ね、いや、ほんとツッコミを鍛えられるよね、ほんとに。何が飛び出してくるかわかんねえから嬉しいです、そう言っていただけると。そしてミカドさん、じゃあ一人で頑張ってくださいね、ツッコミね。なんだよなんで置き去りだ。いや、僕はちょっとボケがあるかもしれないんでね。あ、そうですね。はい、はいはい、ではここでちょっとね、後半のもっと多分面白いものがあるかと思うんですけど、はいはい、ここでブレイクという形になりますが、これは三門さんですね、はい、そうですね。まあ、あのリスナーの皆さんもお分かりのように最近はまたあの第2次ウマ娘ブームが来てるんで、僕の中で。おお、第2次なんだ。第2次です。第1次はあのもう去っちゃったんですけども、で、うん、あの復活して第2次ウマ娘ブームなんです今。なるほど。で、あのやっぱね、ウマ娘の楽曲っていうのはあの、うん、やっぱまあまあレースにかける、あの要するにこう高校生世代っていうかね、うん、中学生高校生世代の学園が舞台なんで、あれ実は。あ、うん、あ、はそういう設定なのね。そう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 、あの日本トレ、馬娘トレーニングセンター学園っていう、あのトレセン学園っていうんですけども、なるほど。そこに所属している馬娘、うんうん、という、まあ、馬娘っていう種族がいるんですけども、でその、うん、その選ばれたエリートが所属している、うん、中高一貫の育成、中高一貫なんだ、中高一貫で、それがあのトレセン学園っていうところなんですけども、でそういう、うん、設定なんですね。で、うん、そのまあ、まあ要は競馬なんですけど、でも、うん、その元はね、元は競馬なんですけど、その、まあ、要はその、うん、レース走った後にそのウイニングライブっていうのがあるわけですけど、そこでその勝ったあの3着までがセンターになってっていうライブがあるんですけど、うん、そこであの歌って踊るわけなんですけど、だから楽曲がすごいいっぱいあるんですね。 はあ、はい、でその中でもこれほらうちの番組 あのオープニングで使ってるやつはあるじゃないですか、あのオープニングっていうか、うん、あの、うん、番宣で使ってるやつ、あれが、うん、あれはね、ガールズレジェンド U っていう曲なんですけど、あの、うん、これそっちにしようか迷ったんですが、やっぱあの、うん、新学期だからっていうことで、あの、デビュー戦があるんです、必ず馬娘には。あの一番最初に出るレースっていうのがあるんですけど、うん、そのレースのことをメイクデビューっていうんですよ。うん、でそのメイクデビューのことを歌った曲なんですね、これね。なるほど、はい、ということで、これはですね、あの馬娘がまだゲームになる前、あのアニメで先行公開された時の、設定で、チームスピカっていうその、チームがあったんですが、でそのチームスピカのメンバーが歌ってるという、曲になります。はい、ということで聞いていただきたいと思います。チームスピカで、メイクデビュー。はい、聞いていただいております。はい、メイクデビュー、
ですけども、うんうん、元気出る。あ、これはですね、あの、まあ、チームスピーカーっていうのはメンバー6人なんですけども、はい、ですね、ゴールドシップ、うん、うん、まあまあこれあの実際いた競馬馬の名前そのままなんですけどもね、はい、ゴールドシップ、それからウォッカ、ダイワスカーレット、サイレンス鈴鹿、スペシャルウィーク、そしてメジロマックイーン、はい、でそのそれぞれをやってる声優さんが歌ってるんですけれども、歌詞もいいじゃないですかこれ本当に、本当にね、これからまあある種ほら新入生がね入ってきて、うん、まあある種、うん、ね、あのデビューするわけですよね、まあ、で、うん、でもこれからね、うん、頑張っていくっていうところですよね、もう本当に、うんうん、いや本当にいいなと思って、うんうん、いやこうやって頑張っていただきたいなというふうに思いながら、この曲を選曲させていただきました、はい、ということでございます。いやー、はい、ということでですね、あの、僕以外は誰も興味がないっていう感じです。そうじゃないですよ。めっちゃいいなと思って聞いてました。ね、はい、ということで、聞いていただきました、チームスピーカー、メイクデビューでございましたけれども、さて、はい、後半の方に参りたいと思いますが、はい、後半はですね、はい、今日はあの、千葉の謎フードということで紹介させていただいておりますが、うんうん、後半は千葉の駄菓子屋について話したいと思います。駄菓子屋というテーマで、はい、2つ紹介したいお店があるんですけど、はい、まず1つ目は結構ね有名でテレビにも何度も出てるし、うん、あとこのラジオでも紹介したことあると思うんですが、うん、ありますね、船橋にある駄菓子屋りゅうくんの店っていうところですね、うん、ああなるほどですね、うん、はい、ここは何が面白いかっていうと駄菓子を使って作る、うん、料理、駄菓子飯っていうのが食べれるんです。それはすごいよね、そう駄菓子飯、うん、そう、例えばあのうまい棒とかね、うんうん、カラムーチョとかそういうのを使って、うん、お菓子をあのおやつを作るんですけど、うん、一番の名物は玉せんで、うん、あのタコせんべいですかね、あのちょっと大きいサイズのおせんべいの上に、はいはい、うん、卵とかベーコンとかいろんなものを乗せて出してくれるお店です、うん、はい、あーなんかあれですよね、あの今調べてあの食べログで見たらあれですよ、うん、あの Google 先生に食べログのページのあれがね、りゅうくんの店船橋、うん、せんべいって書いてあるせんべいだね、その卵せんべい、玉せんが名物ですからうん、だからなんかあれだよ、食べログではせんべいの店扱いになってるよこれ。そうだよね。そう、せんべいだけじゃなくてあの、うん、中にはあのクレーンゲームとかちっちゃいあのお店で使える金券が取れるクレーンゲームとか、うん、あと懐かしの昔デパートの屋上にあったようなゲーム、うん、10円入れると遊べるゲームとか、うん、そういうのがあったり、うん、あとは、うん、土日とかは紙芝居がやられてたりする、すごい大人も子供も楽しめるお店ですね。でこのお店ってあのすごく実は謎フード考案委員会と仲が良くて、うん、前にしょっちゅうコラボしてる、しょっちゅうコラボしてます、あのここのお店で変なドリンクを出すイベントをやらせてもらったこともあるし、あとりゅうくんのお店について、書いた謎フードマップりゅうくんの店編っていう本を作ってこちらで売ってもらっていたり、さらにはですね、私が考えたメニュー謎フードスペシャルっていう玉線がここで、うん、出てます。謎フードスペシャルやばいな、なんか、はい、やべえな、それはですね、うん、あの、そのせんべいの上に卵とベーコンと、うん、さらにバナナが乗ってます。バナナ、バナナが乗ってんの、バナナ、あ、そう、あの卵とベーコンは、ね、うん、写真があるね、写真あるんだよ、うん、そこにバナナが乗ってるのが謎フードスペシャル、うん、わあ、それ、なんでバナナなの？よくぞ聞いてくださいました。あ、そうだ。やっぱり気になるじゃない。いい質問ですね。あの、いい質問ですね。私、あの、池上彰。戦前の食べ物とか、そういうレトロなものを調べるのがすごく好きなんですけど、うん、1930年ぐらいの料理の本に、あの当時の、うん、あの、一押しメニューとして書いてあったのが、バナナとベーコンっていう、
メニューがあったんですよ、見てたら。マジバナナとベーコン、どんな味と思って、でちょうどそれを調べた次の日ぐらいに、リュウ君の店に、うん、あの遊びに行って、うん、でおじさんと仲いいから、あおじさんそういえばこの前あの、うん、バナナとベーコンが戦前に流行ってた組み合わせだって書いてある本を読んで、うん、ちょっと気になるからちょっとバナナ乗せてくれませんかって言って乗せてもらったんですよ、うん、バナナがちょうどあったから乗せてもらったんだね、うん、で、あのみんなで食べたら、え、おいしいってなって、うん、シュウ君の店のおじさんも、あこれおいしいねってなってメニュー入りしたんです、うん、すごいな。あなるほど、まあでも、まあ確かにな、ピザでピザとかでもフルーツ乗ってたりすることあるから、まあいけなくはないんだろうな、はい、うん、今マスターさんからコメントで、うん、バナナベーコンは森クラブでも作ってましたって書いてありました、うん、やっぱ ね、美味しい組み合わせ、意外な、やっぱね、マニアック界隈ではやるんだな、必ずやるんですねこれやるんだな必ず、はい、この謎フォースペシャルみたいな、ね、うん、前はメニュー表に書いてあったんですが、最近メニューが大量にまた増えてしまったせいで、うん、今は隠しメニューとなっていますので、なるほど、それあのメニュー表にないなって思っても、あのお店の人に謎フードスペシャルがあるって聞いたんですか、うん、だって伝えればの作ってくれますので、あ言ってください、すごい、あなるほど、まあそっちの方がプレミアム感はあるけど、ありますよね、知る人ぞ知るみたいな、そう、え、みっこちゃんの名前を出しても大丈夫かな、うん、みっこ多分わかると思います、あのあ謎フード考案委員会のみっこさんが考えたメニューを、副会長が考えたメニューをくださいって言えば、確かに謎フードで多分伝わると思うんで、ぜひぜひりゅうくんの店に、あ、行ってみてください、うん、ぜひぜひ、はい、うん、なるほどですね、まあ、余談ですが、船橋にはソースラーメンっていう、あのソースのラーメンが船橋のご当地ラーメンだったりするので、あまああれですよね、あの青森の黒石のつゆ焼きそばに近いんだろうな、うん、それは食べたことないですけど、本当にねこのソースラーメンはソースの味がするんですよ、へえ、あの色は、うん、つゆ焼きそばってそうだもん、だってあの普通の焼きそばにあのだし張って出すのが、確かにそれソースの味になりますよね、そう、それに近いのかなって僕は聞いてイメージしましたけどね、多分近いかも、うん、いろんなお店があの船橋でソースラーメン出してるんで、ぜひ船橋に行ったら、はい、これもチェックしてみてください、あそうぜひぜひ、あ船橋船橋面白い、船橋熱いね、はい、船橋面白いとこがあるんですよ、うんうん、でもう一個、ね、もう一個はない、もう一個、もう一個は船橋ではないんですが、次はですね、うん、東金っていうエリアにありまして、はいはい、これ東金にあんの？そう、これ東金にあるんです。東金、まあ東金をほらあの、あごめんなさいね、僕のあの、うん、大学時代の後輩があの、うん、東金にある大学で今准教授やってる。へえ。うん、そう。まあまあ城西国際大学ですけど そう東金に、ね、そんな東金にある東金か、うーん、そう厳密にはあの東金駅の1個手前だったかな、福田原駅ってとこが、あ福田原か、あ最寄りなんですけど、すぐ次の駅が東金 で、うん、でどんなお店かと言いますと、うん、まやかし展覧会へえ。福田原、福田原で降りるとまやかし。まやかし展覧会だよみたいな。でこのラジオを1月から少なくとも聞いてる人は、なんか聞いたことある名前だなって思ったかもしれないんですが、私が1月に紹介した伊豆にある珍スポット、うん、幻博覧会の名前が似てませんか？似てる。あ確かに。実はねこれ公式のパクリ施設なんです。まやかし展覧会っていうのはあの駄菓子を扱ってるエリアもあるから今駄菓子屋のコーナーで紹介してますけど、うん、あの、うん、チェーンスポットなんですね、あの昭和レトロなものがいろいろ並んでたり、ちょっとホラーなゾーンがあったり、うん、それこそあのさっきリュウ君の店にもあるって言ったような10円で遊べるゲームがいろいろ並んでたりするレトロなチェーンスポットなんですが、もともとこのお店をやってるジャンボちゃんっていう人が、うん、いろんなチンスポットがすごい好きな人なんですよ、うん、で幻博覧会にもあの、うん、すごい好きということで、うん、幻博覧会の人にこの似たようなやつをやりたいから、ね、そうセイラちゃんにあの
公認パクリ施設だと認めてくださいって言ったら認めてもらったみたいで、うん、公認パクリ施設としてやってます、うん、へへパクリに公認とかあんの？あるんですよ。でそのセイラちゃんっていうのもあの、うん、で男性の方が女性の格好をしてこう出迎えてくれるのが幻博覧会なんですけど、こっちはジャンボちゃんっていう人が、うん、あの男性バージョンで出てくる時もあるんですけど、女性の格好をして出てくる時もある、うん、なるほど。2パターンあるんですけど、ジャンボちゃんっていう人がすごい、ね、両方の格好で出てくる、うんまあ、パクリだからな、公認パクリだからね、公認パクリだからな、うん、公認パクリ、確かに確かに、うんそうで、まあ、チンスポットなんですけど、最近すごくここ話題になってて、うん、昨日から始まった東京オズワルドランドっていう千葉テレビの番組で30分ぐらいずっと密着取材されてて、うん、へオズワルドっていうお笑い芸人が来てて、うん、様子が放送されててすごい面白かったです。あね、えなんかいつか俺らも密着取材とかされたいね。あ、いいですね。うん、面白いと思います。このね、まやかし、うんうん、まやかし展覧会ですごく最近いいなって思った企画があるんですけど、うん、この駄菓子を扱ってるゾーンが最近できたんですよ、まやかし展覧会に。で、うんはい、あのいろんな駄菓子が売られてるんですけど、うん、子供がここに来るとお金を出さなくても、うん、絵を描いてもらって子供にその絵をジャンボちゃんが預かって、うん、お菓子を100円分無料で子供に渡すっていう取り組みをしてて、で、はい、その100円をどうやって回収するかっていうと、ここに遊びに来た大人が、うん、あこの子供が描いた絵いいなって思ったらその絵を100円で大人が買うと、うん、あそういう子供が無料でお菓子を食べれるっていう仕組みを最近やって、ね、面白いね、うん、面白いんですよ、いいね、すごくいいですよね、人的じゃない、うんうん、いやいいと思う、そういう多分地元の子にすごい愛されてるお店だと思います。いや 遊び心があっていいな、ね、遊び心があるんですよ、すごくなんか分かってるお店ですよね。うん確かに確かに、遊び心って大事よ。そうだね、大事よ、本当大事。このリュウ君のさっき紹介したリュウ君の店とまやかし展覧会はその10円で遊べるようなゲームが、うん、あのどっちもあるってお伝えしたんですけど、UFO っていうすごいレアなゲームが千葉県ではこのリュウ君の店とまやかし展覧会の2箇所にしかないっていうのがすごく UFO っていう UFO なんか弾いてあの弾をこうゴールに入れるようなゲームだったと思うんですけど、それがこの2箇所にしかないっていうつながりがあるんです。あ何ピンボール的な何的なやつだったかな、 UFO ジャックってやつ、あ違うか、UFO っていう書いてあるんですよ、そのゲーム機に UFO って。ああ。UFO。で、そう、このリュウ君、あのまやかし展覧会のジャンボちゃんはもともとなんかゲーム機のリース業とかを昔やってたみたいで、ゲーム機とか直すのが得意なので、リュウ君の店の、あのゲーム機がこの間調子悪くなったみたいで見に行って。うんあげてたみたいです。なるほどね。そんなほっこり交流もこの2カ所にはあります。そうなんだね。アーケードゲームなの。そうなんですよ。あこれか。あーわえー、えやったことあります？いやねえな。サッカー。いやなるほどわかんないけど、でもまあすげえな、うん。そうなんですよ。こんなゲームがいまだに現役で動いてるなんてすごいなと思って、ぜひこのリュウ君の店とまやかし展覧会で協力し合って末永く残していってほしいですよね、それを。そうだね、そうですね、まあだから同時に訪れようと思ったら結構大変だよ、だって船橋から遠がりって、ね、距離があるんですけど、結構あるけどね、うん、はい、はい、というさあというわけでですね、今日はの千葉で乗っ取ったんですが、最後に重大発表があります、はい、あら、あらら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 、あらららららなんだ、何を、はい、何でしょう、私が所属する謎フード考案委員会が新刊を出します、はい、新しい本を出します、あら素晴らしい、そうか、謎フードマップ、うん、謎フードマップ千葉編、お謎フードマップ千葉編、
うん、なるほど、うん、今までね謎フードマップっていうシリーズで、うん、出してきたのが、はい、新宿編、秋葉原編、うん、伊豆大島編、うん、名古屋編と出してきまして、今回は千葉編を出します、うん、あの俺気になったのがさ、なんで伊豆大島が入ってんのかっていうのが、ね、はい、すんげえ気になったけど、伊豆大島がね結構あるんですよ、やばいお店が、へえ、身近なアイス売ってるお店とかね、草屋ピザがあるお店とか、うん、あ、言ってたな、言ってたな、うん、まあ、またいつかそれを紹介する回もやります。うん、いやでも、はい、そっか、で千葉編なんだね。そうで千葉編にはね、今日紹介した海底楼、火鍋、銚子電鉄、龍くんの店、まやかし展覧会、全部載ってます。あ、なるほど、そうですか。なんか我々は壮大なあれですね、うん、宣伝に巻き込まれたわけですね。はい、撮ってもらいました。で、このさっき紹介したまやかし展覧会のジャンボちゃんは表紙にも登場するし、うん、またこの本の中ではですね、リュウくんの店とまやかし展覧会のコラボページっていうのもありまして、あ、ジャンボちゃんがリュウくんの店を紹介するっていう面白いページもあります。なんだよ、もうすっかり騙されたな、はい、全部壮大な伏線でございました。なんだよもう上手じゃない。なんだよ、ね、じゃあうちの番組で CM 作るのやめよう、もう、いつか出しますから、埼玉編もちゃんと、その時にあの、うん、オガちゃんとミカドさんが紹介するページも作りますよ、うん、じゃあ、あお、なんかすごい、なんか こっちから別に要求したわけでもないのに情報が来たけど、まあまあ、あ、いやいやいや、ほんと今日うまかったね、なんか、お、ありがとうございます。でですね、この謎フードマップ千葉編、どこで買えるのっていうことなんですけど、そうだね、どこで買えるんですか、これ、自分たちで作ってる、まあ、いわゆる同人誌なんで、特に書店とかで並ぶわけじゃないんですけど、はい、あ、なるほど、イベントで売ります、最初に売る場所が4月29日、30日に幕張メッセで開催されるニコニコ超会議2023、うんうん、あ、はい、ニコニコ動画のやってるイベントですね。この中でマニアフェスタっていういろんなマニアが集まるコーナーがあります。マニアフェスタ、うん、この中に謎フード考案委員会が謎フードマニアとして出展しますので、そこで初出しいたしますので、うん、皆さん遊びに来てください。本当に ね、 初出しね、うん、いろんなマニアがいるんですよ。片手袋マニアとか、うん、うん、うん、そう、平成のインターネットマニアとか、もうなんだこいつっていうのがいっぱいいるんで、もうここに来ればね、もう本当にあのいろんな観点から世界を見れるようになると思いますので、すごいよろしければ、はい、でお越しください、はい、でそちらニコニコ超会イベントに参加できなかった場合はどうすればいいですか、うん、場合はですね、まだ未定でございますが、ま、あ、未定じゃあ、あれだよ、あのほら、うちの番組経由で買えるようにできないの、 あ、いいですね、それ、うん、できる、通販みたいな、そう、そうそうそう、うちの番組に申し込んでもらったら、あのみこちゃんから届けられるみたいな感じ、うん、なるほど、このシステムいいかも、ちょっと考えてみます、うん、あの、まあ、ね、まあ、まあ、でもリスナー少ないからいやいやいやあのお店にあのいくつかのお店にはあの過去の謎フードマップは委託で置かせてもらってるので、今回もおそらく、うん、あのそういう風にはさせてもらうと思いますが、うん、なるほど、このラジオのリスナーにはぜひ読んでほしいので、はい、ね、これは前向きに検討させていただきます。うん、だ、うちの番組経由で申し込んだらあの、うん、いけますよっていう、いいですね、うん、それが一番いいじゃない、うん、いいですね、いいですね、うん、さらにオガちゃんとミカドさんのサインもついてくるよってなったら絶対欲しいですよね、みんな、いや、それはいらないと思う、それはいらないちゃんのミコちゃんのサインで、それはいらないと思う、いやいやいや、お二人の方が、あ、藤井教授もいいないやいやいや、私はほら、あの月一だから、うん、そうそう、ミコちゃん以外でも謎フードに関係ないからそう、我々がサインしたとき俺ら関係ないからさあの、ミコちゃんのサイン、謎フード、何この人誰ってなっちゃうじゃん、そうそう、でもこのラジオがね、いつか100万人リスナーができたときにもうプレミアがつくから、うん、今のうちにそういうサイン本を作っておいた方がいいんじゃないですかいや、みっこちゃんは本当にあれだよね、あのそういうことを言ってくれるけど絶対無理だと思ういやいやいや、100万はないよね、うん、うん、はい、ということでどうもありがとうございましたはい、大変長くなりました、ありがとうございました、いやいやいや、どうもありがとうございました。じゃあ最後に、みっこちゃん
からですね、曲紹介っていうかね、あのみっこちゃんのセレクト曲、セレクト曲でございます。いやこれ、うん、俺も好きだったな。これ好きなんですよ。すごくこう疾走感があって前向きになれますよね。うん、最初もったり入るんだよ。もったり入るんだけど、こう。もったり入るんだけど、途中からね、いきなりね、加速するの。まあ、だから、あの、競馬で言うと、あの、追い込み馬みたいな感じだよね。まあ、どうでもいいで、すいません、すいません。どうでもいいです。差し馬追い込み馬みたいな感じの。はい、はい、ということなんですけど、曲は、あれですよね。うん。はい。うん。では。はい。これ、ひとみさんでしょ？そうです、ひとみさんですね。ひとみさんの曲ですね。うん、そうそうそう、これはいいですよ。うん、はい、じゃあ曲紹介の方お願いします。はい、はい、それでは聴いてください。ひとみさんでサムライドライブ。オールナイト埼玉月一パーソナリティのえっちゃんです。オールナイト埼玉ではポンコツな感じの私ですが、メインパーソナリティを務めている姉妹番組の笑顔の港では安心感たっぷりにお送りしています。毎週月曜夜9時夢の種放送局東日本第一チャンネルでお待ちしています。どっちの私も聞き逃しちゃダメだぞ。おがちゃんとみかどのオールナイト埼玉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 。藤井教授のてっちゃんスタイル。オーパンガンナムスタイル。月一でお送りしますてっちゃんのてっちゃんによるみんなのための鉄道の楽しみ方スタイルを提案する藤井教授のてっちゃんスタイルのコーナーです。はい、このコーナーでは鉄道ど素人なんですかね、みっこちゃんって。いや結構ありますよね、知識。いやいや、まだまだど素人でございます。何でも教えてくださいこの道はね、長いぞ自分もね、だいぶ鉄道にも詳しくなってきたって書いてあるけど、まあでも気が生えただけですからね、本当に、ね、はい、私小賀ちゃんが、てっちゃん会のご意見番藤井教授を迎えして、素人にも分かりやすい鉄道の楽しみ方てっちゃんスタイルについてお伺いしていきます。そうなんですよね、もうさっきね、あの銚子電鉄の話、はい、されてましたけど、はい、自分そう聞いたことあるけど乗ったことなくて、もうそれぐらいには素人なんですけど。いや、いいですよ。あの、うん、やっぱ旅先でその場所のそういうローカルな鉄道に乗るのってすごく楽しいです。確かに、うん、旅の一つの楽しみ、ね、うん、ほらコラボでおもてなししたじゃないですか。はいはいはい、あの時のね、そう秩父鉄道とかもね。そうですよね、そう好きだなと思って楽しいですよね。ねえ、 SL も走る時期になりますからね、これからね、多分ね。ですね。はい。ということで、ね、はい、ぜひね、乗っていただければと思いますけど、はい、それでは早速お呼びいたしましょう。トークコーナーのご意見番、足立鉄道学園大学教授で、鉄道旅行評論家としてもご活躍の藤井教授です。本日もよろしくお願いします。こんばんは、藤井です。よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。みっこちゃん、ど素人じゃないでしょいやいや、だってね、こんなまだ全然知識足りないですよ何おっしゃる。おがちゃんも毛が生えたって言ってるけどまだ生えてないかもしれないですね。いやいやいや、もうおがちゃんも詳しいじゃないですか、結構いや、逆にあのまだまだね、知らないことがあるから楽しいというか。あ、そうね、うん、ありがとうございます。まあ、さっきのみっこちゃんのコーナーから比べると、ちょっと、とかってあるけど、頑張ってきます。これ楽しみですよ。そんな、はい。
じゃあ今日はどんな鉄道てっちゃんスタイルをご提案いただけますでしょうか。はい、さっきオープニングでもちょっと話した、まあ、埼玉に関係する、埼玉市に関係することなんですけど、はい、忖度ありがとうございます。はい、はい、千葉にもちょっと関係しますけど、お、ほうほう、はい、まあ、JR 武蔵野線ですよね。はい、今日は、はい、武蔵野線、そう、JR 武蔵野線が、開業して50年を迎えました。あ、そうなんです。そうなんですよ。結構長い。中本町から、新松戸ですよね、最初に開業したのが。へえ。うん、なんですけど、この開業が、1973年4月1日。ほうほうほう。あ、昭和48年4月1日でちょうど50年なんですよ。あ、そうだったんですね。そうなんですよ、実は。特に何の宣伝もしないんですけどね。確かにね。宣伝してないんだ、もったいない。そうなんです。いつも普通なら宣伝するんですけど、きっと宣伝すると宣伝したでちょっとまた騒ぎになっちゃうし。ああ、なるほどね。そうなんですよ。もう最近、シークレットでね、やることが多いから、はいはい、こういうことって。あ、そうなんだ、そうなんです、ね。そう。で、もう、やらなかったりしてるわけですから。はいはい。まあ、まあ、一回仕方ないかなとは思います。うん。うん。なるほど。ということで、今日は、まあ、武蔵野線っていうのを大きなテーマとして、で、前半と後半に、テーマを分けてお話ししたいと思います。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、まあ、前半は武蔵野線のトリビア、まあ、無駄知識ですよね、いわゆる。はいはい。うん、まあ、武蔵野線、日頃ご乗車されている皆様、多いかと思いますけど、うん、意外と知られていないところがあるのと思いますので、いや、みんな知ってるかもしれないんですけどね、まあ。うん。知らないんだろうなっていうことを期待してちょっと話したいと思います。はい。多分知らないこといっぱいあると思います。あるいや、そんなこと。いや、もう知ってたら知ってるって言ってくださいね、もちろん。はい。はい。わかりました。ニコちゃんも言ってね。わ、はい、かりました。じゃあ、はい。じゃあ行きます。はい。まず武蔵野線なんですけど、まあ、小川ちゃんもみこちゃんもわかるように、電車は府中本町から出るんですよね。うんうんうん、うん、そうですね。でも武蔵野線の起点って府中本町ではないんですよ。ああ、そう、毎回起点っていうのはね難しいなと思いますけど、起点っていうのは例えばそうですよね、まあ埼玉大宮を走る高崎線、はい、高崎線の起点は大宮なんですよ。あ、で終点が高崎という。あ、そうなんですね。上野とかじゃないんですね。上野じゃないんですよ。電車は上野とかから出ますけど、その路線の起点としては大宮なんですよ。ああ、そういう感じなんですね。そうなんですよ。で、宇都宮線とかって言われてる東北本線は、はい。東京なんですよね。そうなんですよ。っていうような感じで行くと、面白い。全然知らない世界ですね。そうなんですよ。あ、いえいえ。で、武蔵野線の起点っていうのは実は府中本町ではなくて、はい。鶴見なんですよ。鶴見って通ってましたっけ？ね、これが鶴見から、はい。実際に府中本町まで線路はあります。あ、そうなんですね。はい。で、その代わり、なんでお二人とも知らないのかというと、うん。基本はここ貨物列車しか走らないんですよ。そうなんだ。そうなんです。なるほどね。貨物列車はいっぱい走ってます、ここ。はい、そうなんですね。で、なんでかというと、うん、二つ、まあ一つの理由としては、すぐ横に南武線が走ってるんですよ。うんうん、あ、南武線、はい、あります、うん、あります。で、南武線はもう戦前からお客さん乗せて走ってますから、うん、で、まあ、その路線にわざわざ横に作った路線に、まあ、駅なんか設けることはないだろうという。ああ、なるほど。うん、まあ、走ってるところがもともと多分川崎のその丘陵地帯を走ってますから、はいはいはい、トンネルなんですよ、ほとんど。
だから、まあ、あの目立たないところもあるし、でわざわざトンネルに駅も作ることもないわけですから。そうですね。ね。で、それで、あんまり知られてないんですけど、まあ、そこには、その、なんていうか、いわゆる、電車が走ってない、府中本町から出る電車が、そこには走ってないと。うん、うん。だから、意外、知られていないんですよね、ここ。そこに武蔵野線があって、貨物列車が走ってるなんていうことは。ああ、なるほどな。知らなかった。知らなかったですね。うん。なので、武蔵野線の起点、まあ、最初が鶴見で、はい。で、終点が西船橋っていうことになります。なるほど。はい。早速知らなかった。うん。いえいえ、ありがとうございます。で、まあ、西船橋から先は、まあ、京葉線ですから、まあ、ここは今回の話とは関係ないので、はい、と電車はその先も続きますけど、一応武蔵野線としては西船橋までと。なるほど。うん、なるほど。っていうことになるんですけど、うん、私は今一個嘘つきましたので、え？いや、わざと嘘ついてました。なるほど。全然気づかなかった。まあ、訂正代わりに、いや、訂正代わりにちょっともう一点ちょっとお話ししますけど、はい。はい。はい。なんでそう言ったかというと、実は、鶴見から、はい。途中に、新川崎って駅があるんで、新川崎って横須賀線の駅があるんですけど、はい。その新川崎の駅のもうちょっと先までですよね。ちょっと難しいんですけど、表現が。ほうほうほう。実はその間は、多分お二人さん分かると思うんですけど、今新宿から、埼京線の電車が、はい。相模鉄道、まあ相鉄線に入るっていう電車が走ってるっていうことはご存知だと思うんですけど。そうですね、以前、うん、そう、おがちゃん分かりましたよね。そうそうそう、ラジオでもね、取り上げてます。そうそうそう。勉強します。はい。うん、ぜひ後で。みっこちゃん初めて知りました。はい。うん。埼京線の電車が、JR の新宿ですよ。はいはい。から埼京線の電車が渋谷、恵比寿、大崎と行って、うんうん、で、武蔵小杉、横須賀線の武蔵小杉まで行って、うん、湘南新宿ラインですよね。はいはい。で、そこから、一気に相模、横浜、羽沢、国大、横浜、羽沢、国大前、横浜国大前か。はいはいはい。ああ、難しい。で、そこまで行くんですけど、そのワープする間に、実は武蔵野線を走るんですよ。そうなの？そうなんですか？はい、そうなんです。実際には、武蔵小杉の駅を出まして、はいはい。浜崎、新川崎って駅を私言いましたけど、はい。この新川崎まで行く手前に分岐点がありまして、そこの分岐点を渡ると、そこの線路は実は武蔵野線なんですよ。で、その武蔵野線路、武蔵野線を通って鶴見へ行くんですよね。なるほど。鶴見から、そうなんですよ、東海道の貨物線を走っていくわけですよ。ははは。うん。っていうことなので、実はさっき武蔵野線は鶴見から府中本町まではという話をしたんですけど、うん、実はその間、ちょっとした南の鶴見と、それから新川崎と武蔵小杉の間のところは、実は武蔵野線を走ってると。なるほどね。不思議なんです。武蔓野線のところ走ってんだ、横須賀線。そうなんですよ。なるほど。うん。あまりこれは知られていないかなと思うんですけど、まあ、知っても意味ないと思うので、あえてトリビアという。確かにね。うん。形にしました。はい。はい。ありがとうございます。はい。で、うん、もうちょっと話できますよね。そうですね。はい。ね。今度は、まあ、鉄道、まあ、電車からちょっとだけ外れて、ちょっと駅の方の話題をしたいと思います。はい。はい。さっき、まあ、みっこちゃんが、船橋のね。はい。駄菓子屋さんの話とか、はい、ソースラーメンの話とかさ、していましたけど、はい、実は私、すいません。船橋で勤めてますので、
はい、船橋へは、そうなんです、平日は船橋にいるんですけど、うん、まあ、それはいいとして、実は、武蔵野線に船橋法典って駅があるんですけど、はいはい、ありますよね。うん、はい。で、その武蔵野法、船橋法典の、うん、駅前、駅から歩いて1分ぐらいに、うん、武蔵野線の駅前とは思えない光景があるんですよ。ん？え？わかんない。わかんないでしょ。まあ、船橋法典といってすぐピンとくる人は、中山競馬場？ああ、うん、ここにあるんだ。そうそう、臨時改札口があるから、そう、だいたいそういう話をすると、まあ、まずそこの方へ行くのかなと思うんですけど。なるほど。中山競馬場、こんなところなんだ。面白かったです。うん。中山競馬場って船橋法典の駅のちょっと南、はいはいはい、西南の方にあるのかな。ほうほうほう。電車の中からでも見えますけど、実は、それとは反対側に、実は、牧場があるんですよ。牧場？はい。ホルスタインが、80頭ぐらい飼ってんのかな。そんなにいんの。はい、ちゃんと乳牛をちゃんと生産してますよそこで。でそれが八千代牛乳ってご存知ですか。ああ、ちょっと知らなかったです。八千代ってあの八千代市の八千代ですよね。うん、うん。八千代牛乳っていうブラン、メーカーの製品があるんですけど。はいはいはい。そこの牛乳になるんですよ。へぇー。そんな。そうなんですよ。そこの八千代牛乳のその記入が生産されてる一つが、実はその船橋法典の徒歩1分の。はいはいはい。牧場にあります。へぇー、そうなんだ。知らなかった。そうなんです。船橋って、実は酪農家が何軒かあるんですよ。そうなんです。ちょっとまあ、そことは違うんですけど、新京成の車内からも、放牧見れますから。ほうほうほう。放牧してるのみたいな。驚いてません？すごいな。みっこちゃん、そう、船橋でも放牧見れますから、北海道。そうそう、今ね、ちょうどネットで調べてますけど、確かに、船橋市には11軒の酪農家があるって書いてある。そうなんですよ。なるほどね。ええー。びっくりしました。はい。そういうことなので、ね、実は、武蔵野線の駅前に牧場があるという。めっちゃトリビアですね、それ。ね、確かに。なんかこの辺のエリアはやっぱ梨のイメージがあって、梨園は結構あります ね、 そうですよね。梨がこのそう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 、隣の市川大野駅の大慶園っていうゲームセンター好きで何度か行ったんですけど。 あ、はいはい、ありましたよね。ご紹介いただいたやつ、はい、あの辺りも梨園がいくつかあるんですけど。そうですよね、うん、まさかその隣の駅に牧場があるなんて想像もしない。牧場があるんですよ。もちろん梨園もありますよ。あ、梨園もあるし、うん、牧場もあると。梨園もあるんですけど、はい。牧場もあるという。へぇー、うん。という、まあ、多分乗られてる方はそんなの全然気づかないと思いますけど。確かにね。すごい面白い。そうなんです。とにかく、こういう面白いところがあるのも、なかなかないんじゃないんですか？東京のその、通勤電車しか走っていないところで。確かにね。ね。そういうようなお話を、まあ、前半いたしました。はい、ありがとうございます。すごいトリビアでした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、盛り上がってきたところですが、ここでちょっとブレイクを挟ませていただきたいと思います。はい、リクエスト曲が来ております。はい、ありがとうございます。ですね、この曲、メッセージから紹介したいと思いますが、ラジオネームフジティさんですね。はい、冒頭も150回のメッセージありがとうございます。はい。今年度は大学1年と、高校2年の娘さんがいらっしゃるんですね。娘たちと、妻がハマってる、奥さんがハマっている、VTuber の世界に一歩踏み出したいと考えてますというところで。
で、VTuber が歌ってる曲ってことですね。を、ご紹介いただいたということなんですが、編曲とかは、自分も、ボカロ P でかけております、ピノキオ P さんという方なんですけども、はい、この方が、作詞作曲している曲を、VTuber の、ですね、この方も名前が難しいんですけど、猫股おかゆさん。おかゆさん。そう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 。知ってますみこちゃんは。そう、なんか前、どっかのお店でこの人の曲がかかってて、はい、これめっちゃ可愛いと思って調べたら、この人が出てきて。あらら、みこちゃんも知ってた。知ってました。これから、どんどん聴いていきたいです。すごいですね。なんか、ライブもスーパーアリーナでやってたりとか。すごい人気ですよね。そう、すごいですね。あ、この世界は知らなかったんで、じゃあ自分も一歩ね、踏み出して、これを聞いてみんなで踏み出しましょう。はい、と思います。ということで。はい、曲を紹介させていただきます。猫又おかゆさんでもぐもぐやみ。はい、聞いていただいております。猫又おかゆさんのもぐもぐやみでございますが、ね、かわいい、ね、確かにあれですもんね。 VTuber って実際の人があれですよね、動きとかはしてる中で、うんうん、バーチャルの素材が動くってことですもんね、あれ。だと思います。そう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 。自分もね、なんか、そういう感じ、なんていうの、仕組みぐらいしか分かってなくて。そうなんですよね。すごいですよね。変声機みたいなのにこう、かけると、男性でも女性の声が出たり。あ、そうなんだ。みたいです。はい。なので、女性かどうか分かんない。少女のキャラだけど、中身はおじさんみたいなのも、いるかも。なるほどですね。面白いですよね。だから、オガちゃんも美少女 VTuber になれるということです。ああ、マジで、はい、マジでとか言って。ちょっとわかんないですね。結構でもお金かかるって聞きます、なんか。あ、そうだと思います。素材作るのにお金かかると思います。そう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 。イラストをまず可愛く描いてもらわないと。あ、そうですね。うん、イラストを描いてくれる人が、リスナーさんにいたら、じゃあちょっと やろうかなと。ですね。あ、この番組が、オールナイト埼玉が VTuber で放送されたらいいですね。そう、VTuber 養成の事務所みたいな感じになって、うん、だったら楽しい。ね。まあ、ウマ娘ハマってるディレクターもいるんでね、本当に、ね。そうそう。ですね。そうそうそう。ちょっとじゃあプロデューサーもやってもらって、はい、はい、楽しみにしてます。僕は所属なのかな。そしたらですね、はい、月一パーソナリティもみんな VTuber で。あ、そうですね、出ましょう。はい、ちょっとじゃあ完全歩合制でよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。頑張ります。はい、ということで聞いていただきました。はい、猫又おかゆさんのもぐもぐやみでございました。はい、いいっすね。うん、ということで、藤井教授、後半もよろしくお願いします。はい、あ、よろしくお願いします。ちょっとブレイク挟まりました、自分は。はい。はい。はい、VTuber は、ちなみに藤井教授はご存知でした、はい、?VTuber の世界。知りませんでした。ああ、じゃあね、今日みんなで一歩踏み出せればと思いますので。そうだね。はい、よろしくお願いします。それこそ新年度新しいことだよね。そうですね。はい。ね。もう、知らないって言ってないで、知ったからには。そうですね。ちょっと聞いてみましょうね。はい、ね、一歩進めていきましょうということで、はい、はい、後半は、うん、まあ、みっこちゃんに、かけてじゃないんですけど、はい、はい、武蔵野線の変な列車っていうんで。変な列車、うん、はい、変な列車。うん、変な列車です。まあ、ここで言う変な列車っていうのは、ご存知、武蔵野線の通勤電車以外で。うん、うん、こんなのが走ってるんだよっていうんで、ちょっと見やすいものから見にくいものまでちょっと3つ選んでみました。はいはいはい、はい、ということで、じゃあ撮っとこういきます。はい、まず一番見やすい分かりやすいものっていうのが、うん、特急鎌倉という。特急鎌倉、はい、ほうほうほう、そういう路線があるんですね。はい、そういう特急があるんです。で、どこ始発が、はい、吉川みなみなんですよね、これ、なぜか。で、吉川みなみ、そう、吉川みなみから南越谷で武蔵浦和はいはいはい、南浦和確か通過なんですよ、これ。へえ。武蔵浦和で、あとはずっと行っ
行って、さっき貨物しか走んないって、府中本町から鶴見と府中本町の間。はいはい。ここを走り抜けるんですよ、実は。あ、そうなんですね。はい。で、横浜って行くんですよね。はいはいはい。うん。で、鎌倉に行くんですけど。そうなんだ。そうなんですよ。これ、特急電車を使ってるんで、昔の、あずさ。はい。はい。昔のあずさの車両を使ってるんですよ。あずさだと、あれか、中央快速ですか？中央線、中央線の新宿からまた走って、はいはいはい、ね、あずさの、一世代前ですよね。ああ、そうなんですね。うん。踊り子と同じ車両を使ってるんですけど、今の。ああ、なるほど、なるほど。で、まあ、そういうで、まあ、これは時刻表にも載ってますし。はいはい。まあ、あと、まあ、しばらく、土日走りますね。土日ってのは、土曜と休日。はい。うん。しばらくの間は、お目にかかることができるので、まあ、狙えば比較的、乗りやすい列車。なるほど、なるほど。で、まあ、さっきの、貨物船も走るので、はい。ね、まあ、どんな路線かっていうのを知ることもできるんですよ。なかなか、これは、まあ、おすすめというよりは、その貨物船を知るっていうのと、まあ、いつもと違う座席、いつもと違う電車で武蔵野線を味わうっていう分に点にはいいのかなって。なるほどですね。うん。面白い。思います。ちなみになんですけど、はい。そう、ホリデー快速。はい。で、昔あった気がするんですけど、ありました。ホリデー快速鎌倉っていうやつ。ありました。なんか自分も最寄り駅でなんか見たような気がするんですけど、それとは同じなんですか？うん、ホリデー快速の車両が古くなったので、はい。それの、まあ、それよりも新しい車両に変えたときに、うん。特急にしちゃったんですよ。ああ、なるほど。だから確かにホリデー快速っていうのはありました。小賀ちゃんの おっしゃる通り。大宮とか走ってなかったですか？大宮の方は、はい、また別なのが走って、あ、別のやつなんですね。そうですね。走っていたっていうのか、時々、年に数回時々出てくるっていうのかな。ああ、そうですね。確かに。本当に年に数日ですよ、それ。ああ、そうなんですね。出てきたとしても。はいはいはい。うん、あ、そうなんですよ。そうなんですよ。特に大宮関係だと、川越行く、川越あるじゃないですか。はい。で、常磐線の方から武蔵野線通って大宮を通って川越に行くような、あ、そういうのも、そういう路線もう時たまですよね。なるほどですね。うん、あ、ありがとうございます。はい、ありがとうございますっていう、まあ、まあ今のも武蔵野線に関係するんですけど、まあそれはもうしばらく走らないので、はいはいはい、はい、ちょっと抜きにします。で、それよりももうちょっと難易度が高くなるんですけど、しばらくは走らないんですけど、また多分出てくると思われるのが、スペーシア、東武の。はい、スペーシア。東武のスペーシアってあるじゃないですか。ありますね。そのスペーシア、列車名で言うと特急スペーシア、八王子日光号っていうのがあるんですよ。へぇー。始発は八王子中央線の。あ、そうなんすね。はい。で、八王子から中央線を走って、で、国立って駅があって、中央線に。はいはい。で、その国立から、武蔵野線とつながる、連絡線があるので、ほうほうほう。そこの連絡線を走って、で、武蔵野線に合流して、で、新秋津、北朝霞と泊まって、で、そこから今度西浦和から大宮へ抜ける連絡線があるんですよ。はぁ、あ、はぁはぁ。うん。で、そこで大宮へ出てっていうのか、大宮は通過して、宇都宮線を栗橋の方へ向かっていくんですよ。そういう列車が年に何回かな、5、6回走るんですよ。
なるほどですね。そう。こういう路線もあるんですね。そうなんですよ。これの、まあ面白いところって言ったらいいんですか。まず、さっき言った連絡船ですよね。はいはい。うん、貨物列車、基本は貨物しか走んないんです。まあ、こちらは、武蔵野号っていう、列車があります、電車があるから、はい。まあ、それ乗れば、通ることはできるんですけど、まあ、やっぱりそこを通って、武蔵野線を、スペーシアですよ、東部の。東部のスペーシアが武蔵野線を走って、で、北朝霞に泊まるわけですから、はいはいはい。で、北朝霞の駅の下は、東武東上線ですから。そうですね。ね。だから、東武東上線の線路があるのに、スペーシアが止まるのが、その上を走る JR なんですよね。あ、そっか、朝霞台じゃなくて。うん、北朝霞です。朝霞台ではないです。そっか。うん。なんか、ちょっとおかしな感じですよね。確かにそうですね。うん。要は乗り換え駅ですからね、あれで。そうそう、そうなんですよ。東武の朝霞台じゃなくて、JR の北朝霞に、東武のスペーシアが来るんです。へぇー。あ、そっか。路線的にそうなるしかないですもんね。そうなんですよ。はぁ、なんか、そういうのも、まあ、てっちゃん界隈だと、まあ、それは珍しいや、なんてなの。もう、それだけでもニュースになるんですけど。はいはい。多分、皆さんからね、おかちゃんとかね、みっこちゃんから見たら、なんか、おかしな感じになるんじゃないかなって。確かにそうですね。うん。確かに。という、はい。まあ、これが二つ目ですよね。はいはいはい。うん。変なのありますね。ここまでなら、ここも時刻表に乗りますから。はい。走るときは。ですから、まあ、時刻表を要チェックすればいいんですけど、はい。はい。最後にお話しするのは、これはもう時刻表には絶対乗りません。え？時刻表に乗らない走り方があるんですよ。はい。それもお客さんは乗せることができないんです、これは。最後の話は。どういうこと？はい。言っちゃうと、幸せの黄色い列車っていうのがありまして。あ、ドクターイエローですか？いや、そうなんですけど、ドクターイエローと、とは言えない。え、どういうこと？え？うん。何かというと、これ何かというと、はい。実は武蔵野線っていうのは、JR の例えば東北線にもつながってるし、中央線にもつながってるし、東海道線にもつながってるんですよ。いろいろつながってるんですね。つながってるんですよ。で、もちろん常磐線にもつながってるんです、これ。はいはいはい。で、実はこれ JR 東日本の、レール、線路ですよね、うん。はいはい。線路を作ってるところが、実は亀戸、総武線に亀戸って駅があるじゃないですか。ありますあります。はいはいはい、で、そこから路線が南に下っていく路線があって。はいはいはい。で、その先にあるのが越中島っていう。ああ、はい、ありますね。ここ、駅ないですよ。ん？うん、駅はないです。駅ないです。越中島って駅は京葉線にはあるんですけど、あ、そうですね。ね、そことは違うところに越中島っていうもう一個場所があるんですよね。そこにレールの工場があるんですよ。JR 東日本の。地図で見ると分かりますけど、亀戸、総武線の亀戸の駅から南の方へ路線があって、はいはいはい。その路線の終点が、ちょっと左に曲がって、まあ西の方向へ向かって路線がいきなり切れちゃうんですけど、そこにレールの工場があるんです。あ、そうなんですね。はい。で、そこでレールを、そこで作られたレールを、その黄色い列車に乗せるんですよ。レールを乗せて走る列車があって、その正面が黄色いんですよ。で、その列車が、例えば東海道線に運ぶとか、東北線に運ぶとかっていう時に、武蔵野線を通るんですよ。なるほどね。通るんだ。そうです。実際には亀戸へ出て、そこから総武線を横走って、新小岩まで行って、はいはい。
そこから、まあ、あの、新金線という貨物線を通って、金町ですよね、常磐線の。うん。で、そこから常磐線走って、馬橋まで行って、武蔵野線に入るんですけどね。そうやって運ばれるんですね。そうなんです。そこから、あの、東北とか高崎とか、それから中央線とか東海道線へ向かって走ってって、うん、それぞれのそのレールの輸送先まで行くんですよね。ああ、なるほど。で、その列車っていうのは、多分自分の記憶で言うと夜なんですよ、これ走るの。ああ、まあ日中はね、日中は、そうなんですよ。風が。で、それもその、なんていうの、いきなりその黄色い列車が現れるから、で、何が来たかって言ったら、レールを積んでるわけですから、うんうんうん、あのホームで待ってる人から見たら何これっていうような感じですよね、きっと。確かにそうですよね、うんうん、確かに確かにそうなんですよ。っていう列車がその武蔵野線に、これ結構走ってる日多いんですよ実は。あ、そうなんだ。レール、はい、レールがですか。へー。レールですから、あのJR 東日本各地にレールを送るわけですから。あ、そうなんだ。ここしかないですね、はい、作るの。いや、もう一箇所、あの、仙台にあるんですけどね。あら。うん、あ、仙台にも、そうなんですよ。仙台の岩切っていうところにもあるんですけど。はいはいはい。うん、ですから、もちろん、あの、その東北の方はそっちの岩切っていうところで作るんですけど、あの、まあ、関東とか、長野の方とか、そっちの方はもう東京で作ってます。へ、えーという、すごい見てみたい。その姿を、そうなんですよ。もうあのね、あの、もしネットで見れるんでしたら、うん、あのキハイイえキキヤキヤキヤイイ195っていう、そういうキヤイイ195、へえ、はい、そういう片面の列車があるんですけど、うん、もう正面、ああ出てきた、本当だ、ね、黄色い、正面黄色いんですよ。へえ、ね、こういうのが走るんだ。はい、これが武蔵野線に時々走ります。はいはいはい。まあ貨物列車っていうのは、まあ武蔵野線貨物線っていうのをご存知でしたらね、別に珍しくもないと思いますけど。このようなあのレール列車っていうのも走りますので、はい。なんか今日あのこのラジオを聞いていただいて、その武蔵野線、まあ武蔵野線以外でもいいんですけど、うん、でその黄色い列車が現れて、なんか後ろになんか長いレールを積んでるって言ったら、あ、これなんだなって、ははは、いうふうにまあ思っていただけると、はい、いいと思います。はい。でこういう列車がたまに走んないと、あのレールいつまで経ってもあの古いレールばっ買っちゃいますので、うんうんうん、ね、あのやっぱり安全上良くないし、うんうんうん、まあこういう列車も本当にあのドクターイエローじゃないんですけども、あの縁の下の力持ちですよ。なるほどですね。はい、まあ、そういう列車も走ってますっていうことをご紹介いたしました。はい、ありがとうございます。すごい面白かった、ありがとうございます、知らない話が、はい、ありがとうございます、ね、ありがとうございます。はい、まだまだお話をお伺いしたいところであるんですけども、このコーナー、はい、そろそろお時間のようで、はい、ではコーナー最後は教授のセレクト曲でお願いいたします。はい、はい、今日もすいません、ありがとうございます。ということで、私のセレクト曲なんですけど、まあすぐにこれ思い立って、まあ小賀ちゃんからね、あのメッセージ来た時にすぐパッと書いて送ったんですけど、うんうん、はい、まあ、今日のテーマから言ってすぐ思い立った句が、生き物係ですよね。うんうん。で、生き物係、うん、生き物係はほら、小田急線の、前も一回小田急線がって言って曲、桜っていう曲で流していただいたんですけど、うん、っていう、まあ、そこから生き物係で、はい、うん、曲は、まあ、いわゆる若いカップルがね、ね、彼氏、彼女が、これから恋人になろうねっていうような感じで、それを歌ってる曲じゃないかと思います。まあ、今日のテーマにぴったりかなと思って選びました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、お聴いてください。生き物係で笑ってたいんだ。
音楽制作ユニット TikTok とセカンドシングル We Are Lovers Now on sale。 おばちゃんとミカドのオールナイト埼玉。いやというわけでね、今週もエンディングですけれどもね、はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。終わりねえ、うん、あれですね、2時間、やっぱりね、150回目もあっという間ですね、本当に。あっという間ですね。150回って本当すごいです。そんな続けれるなんて本当すごいですよ。本当そうだよね。いや、誰も言ってくんないじゃん、そういうこと。あ毎週毎週、本当に、ねえ。毎週毎週、時々毎日だったけどね。毎日、まあ、いや、毎日ってどういうこと？いや、毎日っていうのか、あの、2日連続。あ、はいはい。あの、うん、大晦日、元日とか。いや、それはだって、まあまあまあいいで、まあまあ。そうね、そうね、いやいやいや。いろんな回があります。いやいや、ごめんなさいね。うん、僕、バカなんで、本当にわかんないんですよ。本当に。何おっしゃるのね。何おっしゃらないよ。何何の話？あ？誰が？いや、何がじゃないよ。おがちゃんもっとちゃんと仕切んなさいよ、あんた。え、何の話ってだってね、ディレクターが厳しいでございます。あっという間ですけどね、っていう話ですよ。うん、ちゃんと仕切れよ。まあまあいいんですけど。この空気感がこの番組の魅力ですよ。うん。ゆるく聞けるのがね、150回続いてる秘訣だと思います。まあ、ただ続けてるだけですけどね。本当に。誰にも求められなくても続けるっていうのが俺らのコンセプトですからね。うん。でしょ？確かに。確かに。ねえ、うん、誰からも求められてるか分かってもらう、ね、いやでしょって言って、そうですって即座に答えてもらわないと俺は戸惑っちゃうじゃないか。だってさ、あのビジネスだけを考えるんだったら、あの YouTube チャンネルの登録者がね、うん、3年目になっても100っていう状況だったらとっくにやめてますよ。うん、あ、そりゃそうだ。そうだね。そこだろ？違うかい？なんか、おがちゃん黙ってない？なんか、おがちゃんが。なんで黙ってんの？いやー、ちょっとどう受け身取ればいいかなっていうのが分かんなくて。いやいや。いや、だから、なんていうんですかね、こう、やっぱさ、ねえ、あ、やっぱ面白くやりたいじゃないですか、やっぱ、うん、番組っていうのは、うんうん、だってもう俺生きがいだもん。素晴らしい。何回も言うけど何回も言うけど俺は生きがいなんですよ、うんうん、この番組が、うん、いい話だ、うん、生きがいなんですよ、うん、生きがいなんでね、やっぱ、うん、うーんねっていうところはあるんですけども、まあ、はい、まあとにかくね、楽しくやりたいっていうところがやっぱあるんで、はい、うん、というところですけどね、まあなんか、はい、まあ今日は、まあまあ今日はというか、ね、出番少なかったんでね、僕はね、うん、まあ、まあ楽しくやっ、まあでも楽しかったですよ、本当に、はい、ディレクターやりながらね、あ、うん、楽しく話してんなーとか思いながら。VTuber どうですか、VTuber。あ、そうね。VTuber？ あ、そうそう。あ、そう、言ってたね、あの VTuber、ね。オールナイト埼玉をいつか VTuber で放送したらいかがですか？おがちゃんと。いや、だから、いや、だから、いや、だから、キャラを、誰が書いてくれんのって話。そうそうそう。え、この藤教授がなんか可愛いイラストを、アイコン書いてますから、これがいいと思います。
いや、だって。一体だからむずいよ、多分。いや、さらに。さらにむずいよ。いや、だって、ウタさんだって、あれじゃん、だって、はい、ねえ、はい、ちょっと厳しいじゃん、やっぱ。うん。早いよ。うちの番組に関しては厳しいでしょ、うん、うん。愛を持って。うん。うん、だから、くださってます。うん。うんまあね、愛の鞭で馬が走る、うん、走るみたいな感じですよ、多分。うん、まあまあ、とにかくね、まあまあ、とにかくね、はい、まあ、いや、全然、キャラを書いてもらって、それが動かせるんだったらね。うん。いや、だから、いや、別に、歌さんに、キャラ書いてもらうのはいいですよ、全然。書いてもらった上で、で、それを、うん、動かせなきゃ VTuber になれないじゃん。あ、そう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 。そう、そうなんですよ。そう、絵が出てるだけじゃ VTuber にならないから。そういうのは、そういうのはネットで依頼するサイトとかあるんで、そこにお願いしたりして。金出せないもんだよ、俺が。まあ、まずはやっぱり YouTube を収益化して、じゃあその資金でやりましょう。あ、そうね。いや、無理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 。いや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 。いやだって無理、あんたやってるからそういうこと言うんだよ。無理よ、全然。だってバズりたいですね。いやだってまず1000人必要なんだよ、だって条件として。1000人ですよね、うんうん、10倍だよ、あと。うん、だから宣伝してんの、あんたら。頑張ります。頑張ります。うん、いやいや、俺ら、いや、だからまあまあ、俺らの喋りに魅力がないんだよ。だから。あ、そうね。うん。っていうことになるじゃないですか。だから、もう、ね、実現しよう。いや、やりたいっすよ、そんな、いろいろ。いろいろやりたいけど、うん、まあ、そういうことになっちゃうんで、うんうん、ね、っていう、ことですけど、なんか俺がつまんなくしてるみたいな感じになっちゃって、もう、なんだよ。そんなことないでしょ。帝さんの生きがいをみんなでもっとバズらせていきましょう。頑張りましょう。いや、俺生きがいだから。ね、ほんとなんか嬉しい、そういう話聞けて。うん、いや、生きがいなんだよ、俺の。ほんとに。もうこれなくなっちゃった。はい、たら俺死ぬよ。そんなことやなんだよ。っていうか、めっちゃ酔ってますよね、いつも。死ぬよ、俺は。俺は死ぬ。死ぬよ、お前。そんな、すごい酔ってますよ。いや、だから、だからそこで死ぬ、死ぬ言うな、言うなよ、みたいなことを言えばいいじゃない、あんたら。すいません。ね、皆さんね、ツッコミ学んでくださいよ。本当に。頑張ります。俺しかいないんだから、ツッコミが。確かに。なんかみんなボケるでしょ。やめてくださいよ。そうそう。で、俺しかツッコミがいないのに、ツッコミの俺がいないコーナー、まあまあいいや。まあもう終わりにしようよ、もう。ほんと、時間過ぎてるから。はい、うん、はい、ということで、はい、なんだっけ、もう。はい、来週のコーナー紹介をじゃあ行かせていただきましょうか。やってください、はい、やってください、もう。はい、やっちゃいます。では、うん、来週の月一パーソナリティは、えっちゃんですね。あー、はい、来た、はい、来ましたよ、来ました、安心感があります。エツコね、エツコ安心感あるからねえそうねえんだよ、安心感に近い、ね、うん、うちの番組に来るときはもう全く安心感ないから、うん、ちょっと酔って参上したりしますよね。いや、うん、まあ、酔ってなくてもね、うん、もう JK だから。遅れてきた JK。遅れてきた JK だから。酔ってなくても酔ってたから。酔ってなくても、ね、なんかね、急にね、急に弾けるんだよ、うん、あの人。うん。かわいいですよね。そう、急にね、あ、気分乗ってきました、私、みたいな感じで、来るんだよ。はい。という、まあまあ、そんな、はい、そんなえっちゃんとね、そんなえっちゃんがね、もう今週、うん、今週、いや、今月2回目だけどね。はい。で、そんな大人気のえっちゃんのコーナーは何ですかね。はい、まず1個目、えっちゃんとオガちゃんの秘密基地。あ、来た、わあ、だだ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 
2つ目は大人の部活動。お、来ました。リブ。いや、スリーブしかないんだよ今。いや、あのカラオケ部、ほら、あの統一地方選の前半戦終わったら企画するって言ってたじゃん。うん、いつやんだよ。だから行きたい。いや、だからじゃねえよ。だからじゃねえよ。あ、そう、安江玲さんがね、いや来たいんだよって言ってた。うん、でもね、うん、選挙終わってないからねとか言ってましたけど。そう。でも選挙明日でしょ。安井玲さんもうちょっと後なんだけど、あの、ね、来るかもしれない。そう。いや、あのさ、俺言っていい？うん。いいっすか？いいです？出るんですか？あのね、みっ、はい、みっこちゃんさ、はい、みっこちゃんってどうやったら予約が取れるんですか？あ、でも早めに行っていただければちゃんと日にち開けますよ。いや、その早めっていうのがいつなんですか？半年じゃないですか。でも時期によって違いますけど。そう、半年。だから半年前とかだったら、あの空いてる。あの、いや、そら空いてる。当たり前だよ。何言ってんだお前。何言ってんだよお前。いや、売れっ子ですから。いや、ちょっと。遊園地巡りが忙しくてこのね、あの暖かくなってくる時期はマジで遊園地巡りを今入れまくってて、明日も行くんですよ。いや、だからさ、あのさ、はい、いつ予約を取ればいいのかっていうのが、はい、ほら、あのね、あの俺は思いついたらすぐ言う人でしょ。はい、うん、だけど、あの小川は違うんだよ。え、小川はあのじっくり考えた、あのほら石橋を叩いた結果渡らない挙句に壊す人だから、この人あのコンビじゃないですか、この二人は。そう、だからさ、あの本当さ、あのいつ予約を取ればいいかっていうのを明示してもらわないと。でもまあ2ヶ月ぐらい前に行っていただければ、だいたい2ヶ月後は。2ヶ月前?2ヶ月。2ヶ月ね。絶対無理だよ。絶対無理だもん。でも、今日も空いてる日もあるんで、あの、とりあえず思い立ったら誘ってもらえたら嬉しいです。あ、でもまあそんな感じだよね。はい。わかります。じゃあ今から決めちゃえば？そうだ、後で決めよう。いや、でも今決めても2ヶ月後なんでしょ？うんうん、あ、でも、まあちょっとゴールデンウィーク後は少し空いてるんで、ぜひ少し空いてる。みっこちゃんがもうあの日にち言っちゃえばいいのよ。あ、そうだね。そうこの日なら空いてますって後で言えますよ。じゃあ、うん、言って、うん、それは開けとくんで、ちゃんと。そう、で、あ、そうすればほら、おがちゃんだってもう従わざるを得ないじゃない。そうですよ。あのね、カラオケ部はあのーうん、別にあの一日拘束じゃないから。確かにね。あ、そうそう、全然本当行きたい。カラオケ部面白そう。え、聞こえてるじゃん。いや、そう、カラオケ部にも、いや、カラオケ、あ、釣り部は全然来なくてもいいと思ったの、俺、正直。うん。うん。ねえ、だって、あの、歌さんとか全然興味ないでしょ、だって。うん。はい。うん、私は行きたいけど、日にちがまだ合ってないだけで。うん、それはさ、あれだけど、あの、うん、いや、だからあのカラオケ部だったらあの、うん、結構来るかなと思ってたの、うん、めんな、誰も来ないから、来なかった、ね、誰も来ないから、それはおがちゃんの誘い方が悪いんだって。それ、なるほどね。そうね、確かに魅力あふれてないですからね。うん、ね、そう、確かに、うん、あふれさせなきゃいけないよ、うん、確かに。まあ、じゃあちょっと、まあ、来たら、じゃあ僕と握手ができますみたいな感じで。そう。うん。だから、うんうん、まあ、俺が噛んでるから、お前が消えろって言うんだったら、俺消えるよ。全然。うん、いや、そうでも大丈夫ですよ。うん、はい。ということでございますけれども。はい、というわけで、全然、ほら、はい、あの、コーナーの途中ですよ。コーナーがまだあったんですよ。まだ。はい。その大人の部活動と、もう一つが、エマン神社ですね。はい、来ました。あ、はい、まあ、弾けますよ、次回も。はい、次回もね。いや、あのね、あの人ね、弾ける土台はね、すっげえ整ってっからね。そうっす。すっげえ弾けるよ、あの人。うん。だってさ、あれだもん。だって、突然 JK になる。いいですね、この番組でしか見せない顔が見れる感じがいいですよね。うん、そうね、
そう、今楽しいとかって言うんだよ。かわいい。いいじゃない。そう、いや、あの釣り部の例会でも突然ね、うん、急に、うん、急に変わるんだよ、うん、へえ、面白いよ、あの人。面白いですね。うん、さっきまでなんかあの、うん、こうお手盛りトークっていうの、あの、うん、普通の会話をしてたと思ったら突然ね、うんうん、JK に変わるんだ、うん、へ突然女子高生になるんですよ。ええみたいな感じ。うん、なんかもう、ね、そう徹底的にね、なんていうの、あの見てみたいね、その変わる瞬間とかね。確かにね。そう、いやでもね、面白いっすよ、あの人ほんと面白い。面白いという感じで、ま、まあね、あの、ま、それは、まあ、あの、笑顔素敵の神、うん、うん。の状況次第ですけど、ということで、はい、まあ、はい、もちろん、うん、で、もちろんね、あの、マスター君のマスターピースもございますよっていうことで。はい、そう。で、はい、まあ、マスター君聞いてる中でさ、多分迷惑だと思ってんだよな、絶対な、ね。うんうん、いろんなコーナーが、ね、あって、あの、うん、来週も4本立てですね、はい、お送り予定ということで、はい、来週も放送をお楽しみに。はい、はい、でそして、来週の選曲テーマですが、気分アゲアゲな曲でお送りする予定です。あら、はい、あらま、あらあらま、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 ちょっと JK っぽい感じで。いや JK 言わないか。え、うん、何時期悪いか。いや、ペン上げでーっていう。え、言うんだ。最近の JK 事情を知らない。いや、最近の JK じゃないよ。だいぶ前の JK だよ。そうそうそう。ペン上げでー。なんか、あげぽよー。あげぽよー。だから今日最初、ミカドさん、あげぽよーって言ってたんですね。そうだよ。あ、なるほど。そういうこと。うん、はい。天上げで、天上げで行くんですけど、これ由来は何の？由来は、唐揚げくんの日？唐揚げくん、そう。ローソンの。あ、そうそうそう。唐揚げくん。一応ね、唐揚げくんの誕生日が4月15日らしいんですよね。あ、ちょうどその辺なんだ。いいですね。何があるんだ。唐揚げくん、そう。記念日。うん、誕生日。誕生日があるとは知らなかった。そう。なんかね、今調べたら、唐揚げくんファンクラブ。唐揚げくんのさ、歌あんの、うん、歌もあるの？揚げ揚げくんくんくんっていう歌。じゃあ、それが1曲目だ。いやいやいやそんなわけないじゃん。いや、あるかもしれない。そんな、まあまあまあ、あるかもしれないね。ちなみにね、今年、あると思います。唐揚げくんが？唐揚げくんね、今年37歳らしいです。37歳？結構前からあるんですけど。年だな。年だな。めっちゃ年じゃん、それ。そうかい。うん。はい。まあまあ、でも、揚げ揚げでいくんだね。はい。そうね。ということでね。うん、はい、来週も。揚げ揚げでいってください。うん、はい。たくさんのお便り、はい、リクエスト曲をいつもの Google フォームと公式 Twitter、Instagram のアカウントの DM、YouTube のコメント欄でお待ちしております。あげぽよーということで、ということで、はい、お待ちしておりますということで、そろそろ、本当にお別れの時間が近づいてきたようでございまーす。バンババンバンバンアビバボンボンという怖いですね、うん、はい、はい、ということでね、もう、はい、酔ってるよ、ミカドさん。酔ってるよ、今日は。今日記憶ないかもしれないですね。面白かったです。今日は酔ってるよ、だってもうね、何ディレクターやってる時間にね、もうワイン飲みまくった。ワインだった。ビールじゃなくてワインだった。いいですね、ワイン。いいじゃん。
ね、豪華な感じが。そう、うん、エツコに影響されてね。はい、はい、ということでございまして、もう本当に今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで今週も楽しくやらせていただきました。お相手はほかちゃんとミカドとミッコとウタでした。次の回も一生懸命頑張ります。ごきげんよう。さようなら。さようなら。番組をお聞きの皆様へ素敵なプレゼントのお知らせです。放送150回を記念して、帝の地元山形県最上地方の最上早生そば乾麺タイプ 150g を抽選で3名の方にプレゼントいたします。さて問題です。この番組の第1回放送は何年何月何日だったでしょう。お分かりの方は答えと必要事項を明記の上、 YouTube アーカイブ動画のコメント欄にある専用応募フォームからご応募ください。自分らしく出航できる30分間をお届けする笑顔の港の提供でお送りいたしました。